おはようございます。おはようございます。花粉の国へようこそ。この時期絶対釣りづらいんですよね。はい。泥地に上がってきてるシャローに見えるやつとか薄いカバーに入ったやつしか釣れないから、ちょっと冷えるとミドルレンジまで下がるとミドルレンジ自体の活性が上がってくるんで、はい、2月は春です。亀山ダムの春一番が吹いた後はもう春って考えてシャローの魚を追っかけていく方がまあクオリティが上がってくるんで、2月の後半のこの釣りっていうのはもうその春上がってきた魚を、まあ、カバーまでまだ到達してないんで、巻物で釣っていく、横の動きで釣っていくっていうのがまあ基本ですね。で水温が10度超えて安定したらマームでも食ってくるんですけど、やっぱりプラグの方が効率がいい。だけど亀山ダムってどうしてもカバーやブッシュ多いんで、まあ横の動きって言ってもその狭いスポットでしかやらざるを得ないから2度差だったりとか、あるいはまあカバーはちょっときついと言ったんですけども、こう詰まったブッシュの多いカバーじゃなしに薄いカバーの下なんかには魚が入ってくるんで、まあ、そういったのも手出しつつ浅いところに上がってきてるやつを狙っていく時期なんですが、やっぱりまだ三寒四温と呼ばれる気候の、まあ、気温の変動があるんで、その三寒に入っている時はまだ冬場の魚を狙った方が安定感はあるんですね。もちろん四温の時も冬場の魚が取れるんで、冬の魚を釣りに行った方がゼロがない可能性はある。だけどやっぱり春を先取りしていって、3月の声聞くと、まあ、上がってきた魚ひょっとり叩かれてしまうこともあるんで、もう一回本当に冬の魚取らないとゼロになっちゃうよっていう時もあるんですけど、まあ基本的には3月2月後半からはもう春、今日はその春を追っかけていきたいです。でそのさっき言った三寒四温の四温の時も、もちろん四温の時の方が釣りやすいんですが、天気が晴れてしまうとカバーの中まで魚届かないんで、微妙にこうスローになって、まあ日が差す泥地のフラット浅いところとか出ますがじっとしちゃったりとか、薄いカバーの下に入ってくるんですけど、まあバームのアプローチでは食わなかったりとかしてくるんで釣りづらくなるんですよね。なのでちょっとこれ冷えた時の方が下がって 2.5 メーターぐらいで、あれ下がってくれると巻きで釣りやすくなってるかなと思ってるんで、今日はサスペンドミノを中心にやっていこうと思ってます。12ヶ月、はい、小堀継ぐ彦2月編スタートですね。そうですね、毎月亀山2月編、早く準備していきましょう。ただ2月なのでね、横の動きをやっていくんですけども、これもゼロでもしょうがないと僕は思ってますっていうのは、こうやっぱりコンディションありますし、これ先週の大雨で若干濁りが残ってるんですよね。それとまあ今週すごく暖かかったんで、まあ、大きな気候の変動があったんで、どうしても魚も落ち着いてないし、まあ、当てに行く釣りなので、まあ、厳しいこともあるだろうなと思ってやっていこうと思ってます。はい、はい、やりましょう。今日も釣り子さんで、はい、釣り子さんの取材なのになぜ自腹なんだよっていう、僕からの財布から金が出てきます身を切って釣り子のために今日も頑張ります。もうこう、暖かい日のところに当たらないもんね。この時も全部雨のような気がします。よし、では行ってまいります。この岬から、はい、僕はこの時期に鳥居の方が好きなんだけど、ちょっと早いかな、時期が、鳥居周りはまだちょっと日、早い、はい、いや、もう分かんないけど2月の後半って感じですよね、今日はですね。3月の一発、もう一発あったかくなってからぐらい。そう、僕ね、さっき、このバンケンジュニアでこの時期いい思いをよくしてるんですけど、はい、してるのはほとんど3月入ってからですね。なぜなら2月ガイドやってないから、いつもフィッシングショーとかで、3月のガイドで結構いい思いをしてるんですよ。これね、今 1.2 メーターぐらいやってるんだけど、マッテンジュニアだと
そこ当たらないんですけどね、ここ、はい、これワンテンジュニアプラスワンっていうやつなんで、はい、まあ今年の新製品なんですけど、こいつだったらボトムにたまにコンタクトしてくれますね。はい、フェイダートアクションはワンテンジュニアに似てるちょっと横方向への大きいダートなんで、冷えた時はこれ有効ですよね。今日はこれで釣りたいなと思って、これかまあノーマルワンテンかな。ちょっと水がね思った以上悪いんですよ。はい、巻きで来るのかなこれこの水だったら、はい、ちょっと暖かかったらビッグベイトとかフェアベイトとか、うん、っていう水ですよね。もうやっぱもう一雨欲しいですよね。この前の暖かい雨すごい。っていうか安定かな。安定。あ、まあ、その昔と違ってガスが少ないから。このねブレークはね、鳥居のところからこっち方向小手に走ってるんですね。はい、で、あの角でくっつくんですよ。あの辺、あの角近辺はよく釣ってるね、小判釣りで。その新しい深く入るワンテンジュニアは、はい、引き感としてはどうですか？すごい軽いですよ。軽い、軽やかに潜らせられる、はい、なんかね、シャットみたいな感覚で使ってる時はワンテン仕様、最も抵抗感が綺麗というか、はい、細かいハイピッチが伝わってきますね。プリ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 っていう、そう、プリプリプリっていう。で、ダートさせたいのはしっかりちゃんと、あー、すごいいい動き、はい、クイックいいですね。そのちょっと僕が思ってるレンジより深いところでダートさせられるんで、はい、こうやってちょっと2月とかの早い時期の、はい、冷え込んだタイミングとかは絶対いいと思う。はい、だ本来だったら2度でジャークするんじゃなくてシャットでジャークするようなレンジで2度を通せるっていう。はい、最近シャットでこうやって釣る人いないじゃないですか。はい、本当はジャークステイっていうのはもともとシャットの釣りじゃないですか。はい、ミノはもっとジャックじゃないですか。はい、ジャックして止めてっていうのはロングビルミノよりもシャットっていうイメージだったんだけど、はい、最近シャットのただ巻きいてミノはもっと表層に近いところっていうイメージだったと思うんですよね。はい、まあ、だから結構そのいわゆるまあ深いところのサスペンダーの魚を釣るのにはこのレンジはすごくいいなと思ってます。はい、これちょっとかなり僕はこのレンジは僕昔から大好きで、春のサスペンダーをやるには一番いいレンジが並んでるんですよ。はい、ボートポジション 3.5 メーターぐらいで、はい、ブレイクが 2.5 メーターぐらいにあるっていう、はい、そのサスペンドするブレイクなんですけど、はい、その通常の透明度プラス、アルファっていう、その要はボトムが見えなくなるところにかけてのブレイクっていうのがサスペンドしやすいんですよね。はい、でボトムが見えるところは当然水温が上がりやすいから、はい、そこに上がってきて寒くなったら降りるっていうのを繰り返すわけだから、はい、見えるか見えないかっていうブレイクが一番魚が止まるんですよ。はい、でそこでいうブレイクが長く続いてるストレッチっていうのは亀山ダムではここが一番、次がダンダン、はい、それから笹川上流のドンドン、あ、ドンドン、はい、ブレあそこはブレークがちょっと砂で埋まっちゃってなだらかですけど、そうですね、昔はもっと サンドバーの周りが明確なブレークだったんで、この辺をやったりしてましたね。釣れないなこれえきついな。春はね、こう流れがあるんでね、はい、あの釣れてるっていう情報が流れてからではもう釣れなくなっちゃうんですよね。一瞬の地合いを、地合いというか一発目二発目ってよく言われるやつですよね。ああ、釣れてるよって言われて言っても大して釣れないですよね。そうですね、だから暖かくなった瞬間にちょっと魚が動いた時に釣れて、はい、動いた魚が片っ端からもうそのプレッシャーにさらされて、はい、次のが動くまで釣れなくなっちゃうんですよね。はい、今ちょうどその再開期、うん、先週ちょっと動いたよっていう情報入ってたんで、はい、まあ、ちょうど釣れなくなるタイミングにはなっちゃってますよね。あ、まあ、でも、まあ、正直ポジティブなのはあったかくピーカンベタナギよりちょっと冷え込んでる今日は僕は釣りやすいと思ってるんで、はい、釣りやすい要素の一つとして、まあ、人も少ないっていうのもあるから、はい、まあ、ただまだ2月だからね、正直言うと深いところも視野に入れておいてもいいんだけどね。はい、
揉めてるの受けが良かったですね、あれね。あれすごい評判いいです。いいですよね。はい。誰も怒ってませんでしたって言われて、そんなに怒ってるわけじゃないんだけど。そういう演出になってましたよね。こう寒くて帰るって言って。はい。そういう演出なんで。いや、この間はあれはだってもう、ないでしょ、この間のは。普通ないでしょ、あんなの。1月の雨とかやんないでしょ。そこに価値があるんじゃないですか。あれは面白かったって周りでもよく聞きます、はい、なんか本当に揉めてないみたいな。わあ、でもなんかこの前が地獄だったが今日快適ですね。快適だけど今日も厳しいですね、魚っていう意味では。まあでもこの前なんか地獄の一丁目みたいだったじゃないですか。でも今日はシャンプーしなきゃいけないんですよ。おにぎりが食べれるこの幸せ、食べれると思ってるんですか。もう開けちゃいます。もう開けちゃいます。ビッグベッドに引っかかないでしょ。亀山の水かけないでください。ちょっとやめてください。これシャローないよ。ディープレイガツッと探して持ってきてない。あ、持ってきてない、はい、あ、一本だけ持ってきてますけどね。ちょっと移動します。はい。これも傑作なのかな。お、ボイルだよ、ボイル。お願いします。これボイルですよね。お願いします。小魚飛びましたよね。今、弾け飛びました。いや、いると思ってたけどいたな、あんの中に。ここ浅いと思う。そんなに浅くないし、4メーターぐらいの人。うわ、すっげえバス釣ってるじゃん。お願いします。これ、ちょっと水深が足りないか。ちょっと近すぎません。僕のバスならもういないな。僕の方にもでも追い詰め場でチャンスあるかも。いや、ここですよ、ここ。こっちのこのレンジのこの上のショルダーの上だから。わからないんですよ、なんでここがわからないんだろう。ここにいた。完全にボイルでしたね。で、小魚の中にいましたからね。ああ、ちょっと満点順入じゃレンチが足りないかな。あ、満点順入はプラス。プラスよりももうシャットにしようかな。ベイトちっちゃかったですよね。ちっちゃいですね。チクチクチっていう。はい。追い川稚魚。追い川稚魚でしたね。追い川稚魚なわけがないんだけどね。追い川最後に産卵したのは多分11月だから。追、はい、川稚魚ではないと思うんだけど、なんかでしたよね。はい。追い川で18度でしょ、産卵。シャッティング X ですか。シャッティング X 入れるのかな。上ずってましたね。ポカポカだしな、ここ。いや、エレキにビビったんだと思います。あ、水流で、はい、いて食わないときはシャットの早巻き。あ、俺昨日それでした。あ、シャッティング X なくしちゃってたんで、はい、救われるのちっちゃい、あ、ありましたね、昔のやつ持ってたんで、それ早巻きしたらようやく食ってくれました。高竹はね、シャッティング X もいいんだけど、はい、シャットラップとかウッド系のがいいんですよ。ウッド系、はい。あのね、みんながプラグ投げるからそこ、はい、フックオンがしない方が釣れた記憶が僕はあった。あ、今度持っていこう。カシャカシャ言わないようにバルサに変えた瞬間入れ食ったことがあって、はい、あのリコーやってる人でしたね。はい、基地からやってて、みんな朝から来てやってるじゃないですか、はい、ポロポロ釣れた後に入らせてもらって、はい、朝一は確かにシャッティングエクセ釣ったんですよ、はい、だけど途中で食わなくなった時にシャットラップに変えたら一撃で釣れて、はい、そこから連発して、で最後はアームの脳神経のツイッチ釣れたから、はい、案外ね、そんな感じなんですよ。シャッティングエクセあるんだな。船にビビって、ベイトが動いた瞬間に食った感じでしたよね。だ、そのベイトの下にはじーっとポワーっといるんでしょうね。いて、そういうことですか。まあ、まあ動いてきてるから、まあ正直言っちゃうと、隣のバーサーワンドで浅いとこサイトするっていうのも手なんですよ。はい。多分いると思うんですよ。はい。サイトっぽいやつも持ってきてるんですか、なんか。なんかあるでしょう。ミミズで食うでしょう。なんか浮いてそうっすよね。浮いてるっていうかね、泥の底にいます、多分。そこに、じーっとして。はい、ちょっとね、もうちょっと光があったら見に行こうと思って、はい、まあ
その活発にボイルしてるところに差し掛かったわけじゃなしに、はい、船の動きにびっくりしたベイトやバスによってそういう現象が引き起こされただけだから、うん、だから一回見ていいボイルかどうかは分かんないけど、いるじゃんバスっていうのは分かってね。でも昔小堀さんあのセミナーで、はい、あえてエレキの水流でそれを人工的に起こすみたいな、なんかすごい言うとこ分かってれば多分できるけど、はい、まあ、この水深4メーターの、はい、中層にそんな風にバスがいるっていうのは、はい、今あの現象を見て初めて知ったから、はい、ちょっとなんとなくこれからですね、はい、ちょっとでもダメだねこれね。うーん、雰囲気ないですよね。そう、まあ冬2月ですからね言っても、うーん、まあでも去年の2月は雰囲気あったんですけどね、ちょっと今日のサンドラっていうか冷え込みが北風を巻き起こしてますからね、その、はい、風がなければですよね、これね。でも風がないとないで天気が良すぎてだったらダメだからね。まあ、ジンサーワンドは多分この浅い方にかけてはウロウロしてるやつがいると思うんですよ。こんな奥まで行けるんですね。僕ここの岩盤で脳筋化石って言ったこと何回もありますよ。シーズン的には夏ぐらいの夏か、まあ早い晴れの時でゴミ量すごい時のスピアメドル何回も釣ってますね。こういうところまでもう僕は上がってると思うんですよ。だから一匹ぐらいはポカーっと、まあ、ディープに二度で食うかって言われると、はい、その見えるか見えないかもこのライン上にプッと止まったりして、そういうのはほぼ食わないですよね、はい、この奥は流れ出しになってるんですか。そうです、まだ大体その角のところぐらいからいつも行くんで、この水だったら、はい、でもそこ見えてるから、まあここぐらいまで見たら、それは今ワンテンジュニア、ワンテンジュニアですね、はい。このエッジの部分はブレーキの、はい、シャッティング X でいいんだけど、はい、上の上はシャッティング X 引っかかっちゃうじゃないですか、はい、ちょっと浅いから、はい、だからワンテンジュニアでシャックしてます。でもぶっちゃけこのブレークのところで食わなかった、はい、こっち側のシャロー側でミノーで食ったことは僕はこの岬に関しては本当に一回記憶にあるかないかぐらいですね、はい、でも作ったらでかかったけどね、はい、こういう広いシャローフラットに魚上がっちゃったら、はい、こんだけ天気が、まあ、昨日までも良かったじゃないですか、はい、いいと、もっとカバーサイドに寄っちゃうと思うんですよね。あ、だけどカバーサイドに寄ると身動き取れなくなるから、はい、やっぱり僕はブレークエッジで止まると思うんですよ、はい、まあ、春はそういう動きをしていると思うんですよ。だからブレークエッジ食わなかったらもういないと思った方がいいですよね。あ、浅いところを意識して浅いところの魚を釣ろうと思ったら、はい、やっぱり浅いところを攻めていかなきゃいけないから、あとここまで来ちゃったらもうインスタのサンドバーの上とか、はい、まあ、ちょっと真面目な解説をすると、はい、まあ、この東方面に流してきた場合、はい、まあ、春のポイントとしてはここの岬、それから、旧オルツターボートの前のサンドバー前ですね、はい、それから、まあ、インスタ、うん、奥のサンドバー、うん、このサンドバーはやっぱキーワードになってくるんですよ、うん、もう水温10度前後で、はい、で特にまあクリアになりやすいインスタとかは、はい、上濁りが入ってこないんでね、あんまり、はい、で緩やかに綺麗な水が入ってきてるから、うん、まあ、結構ワカサギみたいなのがぽよぽよ溜まってて、朝一とか夕方とかだけ IG 系で結構出たりするんですよ、はい、で下がってきたらバイブレーションとかで、はい、まあ、今はちょっと水深が浅くなっちゃってバイブレーションないけど、まあそういったところをやっていくんですけど、うん、まあ、そこは釣れない3月、はい、2月はまだそこは釣れないんです、はい、で2月はどういうところ釣れるかっていうと、そこから1個下がったところ、うん、でまあ巻きで釣るんだったらちょっともうちょっとディープに隣接したような場所ですね、はい、だからこういうところですよね、ディープのポイントで夏つあの冬場釣れるところのブレイク沿いとか、うん、だから気持ち的にはインスタまで上がらないとこかなって今思ってる。でもこれ完全に今日冬だね、冬モード、バスの冬でしょ、バスじゃないディープクランク、
200とかはよく釣れるんですけど、はい、まあ亀山ダムのアベレージにはちょっとルアーがでかいかなっていう、フックがでかいかなっていう、はい、リペックス200のフックって3番とか4番なんですね、はい、ビッグウェイトででかいの狙ってるのはいいんだけど、亀山ダムで普通に巻き物で釣ると思ったらやっぱ8番とか6番とかの針で釣りたいかなっていうサイズが多いですよね。はい、あ、そうなんですね。まあ、そういうフックのサイズがでかいからそうなんです、そういう考え方なんですね。結構気にして、だってさ、30センチぐらいのやつも食ってくるし、それまあまあ30センチの亀山ダム悪くないでしょ。はい、でそういう魚も混ぜて釣っていくのがやっぱ普通の釣りだから、はい、で考えるとやっぱ2番でかいですよね。お、2番のトリプルフックを30センチのバスの口に入れるのは、はい、こうやって入れるのも難しいと。あ、確かに。そうするとやっぱりワンテンジュリア、まあワンテンもそこまで大きいのじゃないですけど、ワンテンジュリアだとシュポって入りやすいフックのサイズ感も含めてのバランス、はい、もちろんでかい魚も取れるし、はい、強い魚にもかかってくれるし、それによってやっぱバスのコンディションとか、はい、状況がつかみやすいかなというのがあって、だからビッグベイトとかやってでかいのだけ相手するっていうのとはまた別だけど、はい、こういう標準サイズのクランクベイトっていうのはやっぱりそのシーズナル追っかけるように必要なルアーだから、うん、そのサイズがやっぱりちっちゃすぎたり大きすぎたりすると標準サイズが狙えなくなってしまうっていうのがあると思うんですよね。ちっちゃい分にはかかってくれて外れるだけだから、はい、いいんだけど、でっかいとかかってこないとわからない。でもサメロとか行った時はあの XD10 とか、はい、あの使っててあのでっかい針に20センチぐらいのやつかかってたことはあるけど、はい、ああいうところはまた別でしょうね。まあまあまあ、でもその1匹釣れるに何十匹のバスがアタックしてる、はい、中の1匹だと思うから、はい、その新しいカメラにかかってバーンって飛ばしたりしないかな。いや結構重り入れてるんで竿が折れる。いやタフブラックスだから折れないから。これあれですから、あのベルサート。あ、ベルサート、はい、巻物には 何番使ってる。 6-8MH かな。 6-8MH ですかだと思います。パンって書いてないですよこれ。そう、 6-8MH か、 6-8MH か M かを買おうかなと思ってるんですよね。あ、全部番手が分かったらまたあれですけど、なんかこの前上州屋に展示したって。展示しました。うん、なんかアブの新製品展示会みたいなのやってて。恐ろしいことね、僕は全く分かってない。この6-8のなんかちょっと張りのあるやつと、あとなんかビッグベイトのやつ番手もある。あ、ビッグベイトのありますね。うん、それちょっと触ってみようかな。お待たせしてます。お疲れ様です。お疲れ様です。釣れてますか。ダメですね、深いところで一本ボロッと出ただけです。今日巻きテーマなんだけど、もうやめようと思うんです釣れないよこんなの。ちょっときついですよね。きついですね、水も汚いし。今日に限ってこんな感じです。どうしちゃったんですかね。参ったな、これインスタ行きました。行きました。水きれい。水もうちょい来た。もうちょい汚い。そこ戻りましょう。はい、流れ当たってた方がいいかなと思ってそこ来たんですけどそういう問題じゃなかった。深い方は、まあ、いやもう2月だからやっちゃいけない縛りです、縛り。深いとこも真っ白結界でしたね。で、サイズどうでした。サイズ30ぐらいで、でもなんかペコってなってました。なるほど。今年あんま深いとこ良くなかったんでね。うん、そうですね。上に引っ張られちゃいましたね。そう、水産の前だけずっと釣れてて、そこでかかったんですよ、深いところも。で、1月も強かったけど、ニジマス入れてからいなくなっちゃって。あ、そう、ニジマス相当ね、あれで連れてかれちゃったみたいですね。ニジマスと一緒にどっかに来てて。ニジマスも本当に動き読めなかったですね、あれ。ああ、ニジマス入ってから来てないんですよ。ああ、そうか。そう。じゃあ、本校に戻ります。はい。また本場に会いましょう。いつから行きます？15日ぐらいに1回入って、はい、1回帰ってきて、マスターズ。いや、マスターズ。あ、そうか、仕事で。まあ、気をつけて頑張りましょう。はい。じゃあ、頑張ってください。お邪魔しました。大丈夫ですか？大丈夫です。まあ、花の写真撮りに行きましょうよ。
梅が綺麗ですね。どこ？どっか、こういうところ。あ、今これ、ダンダンって呼ばれてる、押切沢の入り口の、まあ、川筋がクランクしてるところの水中岬みたいになってるところをやってます。冬よくやるディップの上がったところ4メーターぐらいを、ディップ X200 をタッチさせて、はい、まあ、そこからインサイド側を見ようでやっていきたいんですけど、まあ、沖から攻めてるっていう感じですね。スピアフィッシングの、ベルサードっていう新しいタブブランクスを使ったシリーズ でこれ6、8の多分 MH だと思うんですけど、はい、番手がね、僕もこのプロトで、まあ、力把握してないんですけど、これを使ってます。タブブランクスのロットって張りのある竿ってすごく作りやすいんですけど、はい、曲がる竿って僕自身もすごい作りづらい、難しい感じがしてるんですけど、このベルサードシリーズはガイドがね、ちょっとステンレスの SIC っていう、まあ、重量的にはその僕の使ってるチタンフレームのトルダイドよりちょっと重たいものを使ってるんで、このガイドのその重みというか、でね、竿がちょっと曲がるんですよ。で、なので、サンブランクスの張りをうまーくこうコントロールできて、僕はクランクベイトにもすごくこの竿いいなと思って、使ってます。ミノさんがこれやりますね。ワンテンクラフトで。ワンテンジュニアになっちゃうと僕の作ったシャロークランキングっていう竿はいいんですけど。そう、ワンテン使うのに釣り具屋さんで展示されてるの触って、はい、その6、8の、はい、多分 MH だと思うんですけど、はい、それすごいいいなと思って、はい、いいですよね、はい、これそういう理由で僕も選んだんですよ、はい、で、ディープ X200 ぐらいまでもできちゃう、全然余裕で負けてますよね、はいはい、これちなみに先日豊洲ダムでワンテンでこれで結構投げてきましたけど、まあ、すごくコントロールしやすいし、ただ6、8って長さになっちゃうとワンテンをジャックするのはちょっと難しい感じなので、まあでもリザーバーだとそんなに大きなジャック入れないから、細かいニュアンスをやっていくにはちょうど良かったですね。ちょっと今度内側入って、はい、このベルサート結構ね、巻き込みはいいのかなっていう。タフブランクスっていうと小森さんの竿とかの印象が強いんで、はい、ワームのブランクスなのかなと思ったんですけど、巻き物にも結構いいんですね。そうですね、僕もね、何本か、タフブランクスのレギュラーテーパーの竿使ってるんですけど、見てるとこんだけ細くしないと、そのやっぱ針の部分があって曲げて、その曲げていっていいアクション出しにくいんですよ。だけどベルサートはそれをガイドの重みで曲げてるんで、とってもうまくバランスが取れてるなと思います。実際そうやって僕らももともとファンタジスタやってた時に、ガイドの大きさとか重みとか足の数によって竿が曲がるっていうのをうまくコントロールして、ストラテジックガイドコンセプトっていうのを最初に、まあ、持ち込んだんですよね。ガイドが重たいからダメとか、ガイドが軽いからいいとか、それぞれ、完全にそうじゃなくて、ガイドがステンレスだからできることとか、トルサイドだからできることっていうのがいろいろあるなっていうのは僕らも認識してるんで、タウブランクスの良さを生かしつつ竿を曲げて使うには結構いい竿ができてますので、ぜひ投げてみてください、使ってみてください。はい、買います。はい、値段も結構安いと思うんで。そう、小森さんのコンクルージョンで、はいはい、タフブランクスはこんないいんだってのは気づいて、はい、それでさらにその今聞いたようなステンレスのフレームによって曲げて巻物なんかもいけちゃうよって言うんだったら、そんで安く買えるってんだったら、はい、もう買いたいよなと。買いですね。僕も今んとこその巻物の竿もいろいろ作ってはきてるんだけど、個人的にはやっぱりその細かいテクニックを生かした釣りに使える竿の方が作りやすいんですよね。これ危ない。なのでそういう竿を作ってきてるから、正直投げる方はベルサードでしばらくやりたいことがいっぱいあるなと思ってますね。まだシャローフラットの上にはいないね。ないですよね。正直竿の良しだし値段ってメーカーが決めるものだから、はい、この安いものがいいとか高いものが悪いとかっていうのは一概にその
分からないんですよね。量産しているものであれば、うん、当然安く提供できるし、はい、量産不可能なものであれば絶対高くなっちゃうし、はい、だからまあ高いからいいとか安いから悪いとかっていうのはないんですけど、はい、だけどまあどの辺に企業努力が出てるかとか、どういうコンセプトだから欲しいかっていうのを見極めて欲しいなっていうのと、僕自身もコンクルージョンでこの先ラインナップを増やしていって、はい、できれば自分のコンクルージョンで全部の仕事ができるように、はい、していきたいと思ってるんだけど、はい、実際に僕が得意なロットの作り方と、はい、僕の得意なロットの作り方、はい、あとはピュアフィッシングさんの得意なロットと、はい、苦手なロットってやっぱあるんですよね。なので正直そのこの釣りにはこのメーカーのこれがいいとかあるんで、僕は全ラインナップを一つの種類で揃える方が難しいって逆に思ってるんですよ、はい、本当は揃えてほしいんですよ、はい、なので、何本かレールサートが入ってくるのはすごくいいと思うし、逆に言ったら一回触ってみてもらって、僕はある会社の竿が好きなんだよって人もいろんな竿を触ってもらった方がいいなと、はい、本気で思ってます。適材適所ですね。ちなみに僕が得意なのはやっぱショートレングスのスピニングロット、はい、まあ、スピニングロットに関しては全体的にやっぱり、まあ、そもそも論から言うとスピニングをこんだけ細分化して、まあそのなんていうか数を増やそうとしたのは僕が最初なので、なのでまあスピニングは基本的には得意です。ショートレングスのスピニングロットっていうもの自体なんか少なくなってきたじゃないですか、はい、結構 6.6 とか7ぐらいのが多い中で、小堀さんがいつも6フィート前後で、はい、すごいでなんか各番手があるんで、はい、ライトリグやってて本当選べるよな、いろいろっていうのがありがたいですね。でまあ僕がスピニング今月号のバサーに書かせてもらったんですけど、はい、まあ、スピニングって当時はもう本当に短いのと真ん中ぐらいの差の M と ML しかなかったんですよ。あ、 M と ML じゃないな、 L と M か、はい、そんなしかなかったんですね、はい、でその頃にやっぱりそのアンダーショットスペシャルとかいうのが出てて、各メーカーやっぱりそのアンダーショットが流行ってたからそれを出してたんですよ。リグ別に分けてるのってハンティングシャートスペシャルぐらいだったかな。でそういう時にやっぱりその再構築して細分化してやればマーケットがもっと広がるっていう服は思ったんですよ。でそのマーケットをうまく自分の武器にしていこうって業界内でのこととかトーナメント戦略も含めて考えたのがきっかけで、まあ、その中に、まあ、僕の中ではストラテジックスピニングコンセプトっていう、はい、考えで67とか 60ULS っていうのを攻撃的に出していったんですけど、まあスピニングロッドでもやっぱりそのバリエーションが増えることによってやれることが変わってくるっていうのはね、今でこそパワーフィネスとかいろいろ分かれていってるけど、ああいうのの走りなのでスピニングは全体的に得意なジャンルでこうしたらああなるって分かってて、あとまあ自分自身が得意なのは曲げてるベイト、柔らかいベイトと硬いベイト、特にカバーロッドは得意ですね。やっぱ自分の得意な釣りでもあるんで、苦手なのはミドルクラスの曲がるさもですよ、バーサタイルの、はい、バーサタイルはどうしても僕はね固めに寄せちゃうんですよ、はい、バーサタイルって言ってるけどちょっと硬くないって言われるんですよ、うん、でもバーサタイルっていうところに含まれるルアーって僕はワーミングとスピナーベイトとかになってくるんで、スピナーベイトだとどうしてもちょっと固めの竿を求めちゃうんですよね。カバー打ったりしますからね。で逆に巻きってなるともう巻きだけでいいかなって思って巻きの竿を使っちゃうんで、まあ、それがグラスだったりとか、まあ、柔らかい竿だったりとか、まあ、その辺は、まあ、そのバーサタイルに寄せてる部分もあって、僕の中で何本で決めるとでいっぱい作れないからバリエーションが増やせなかったりして、そんで苦手だったりする面もありますけどね。まあベルサートはちょっとそのバリエーションを埋めてくれるには価格帯も含めて導入しやすいロットなんで、でも
いいと思ってます。ここに来なかったらディープとババアに走ろうかなと思ってるぐらいな。あのこのバンドの入り口のさっきのシャラフラットの人が浮いたとこと、はい、このヘアピン、はい、この2箇所はまあまあ、2月から3月にかけていつも魚が取れるところなので、昔2月に小森さんガイド乗った時も、はい、もうそこを必要に何回もタイミングで入り直して、はい、上がりっぱなのを狙ってたのを覚えてます。ここはね、この岬周りはちょっとあるんですよ。ここから上はね、正直行く必要が今の時期はまだないです。4月入ってからでいいです。ここをこの筋のディープエンドと捉えて、そうですね、上がりっぱたの一発目の岬、そうです。で、ボーッと暖かいがあったらこの奥の沖の立ち木をやっていってもいいかなと思ってるんですよ、はい。まあ、残念ながら今日はいないですね、はい。そこの坂ですよ、はい。で2月3月はカバー打つときはカバネコ、カリフォルニアロール、はい、もしくはフロックとか上、はい、上で食わせるか、カバネコが、まあ、テキサスでも食うときは食うんだけど、あの何かしてあげたいんですよね、水の中で。なるとあのカバネコの方がいいかなと、はい。まあ実際カバー猫でカバー打つの覚えちゃうとね、テキサスのカバー打ちっていうのが本当にやんなくなるぐらいディザーバーは猫の方が強いですよね。ああ、強いですか。強いです。小堀さんのイメージでも、はい。だってこれ亀山だから分かりづらいんですよ、はい。これ超過がサンプルが少ないから、はい。もうサメ浦で優勝してるじゃないですかカバー猫で、はい。あの西のツレツレレイクとかでやるともう如実に、だってあのメンバーの中でですよ、はい、僕一人圧倒的に振ってますからね、あの試合。リミットメイクしてる人10人もいませんからね、初日以降も。僕初日20本以上振ってますからね。そういった意味でもあのトップカテゴリーにおいても、例えばこの亀山をこういう練習の真冬の亀山練習の場にするっていうのが相当な戦力になって、まああるんですけど、はい、そのサミュエルで勝ったらもうあの伝え方がすごくね、みんな下手というか、僕は、はい、言っちゃってもいいんだけど、まあそれはメディアに任せようと思ってる面があるんで、はい、あのちゃんと言ってない部分もあるんだけど、はい、戦略は100点満点で、確かに僕だから勝てたと思ってるんですよ、はい。あの水が上下していくんですけど、わずかに、はいはい、1日の中で、まあ、50センチから1メーターぐらい水位が動くんだけど、はい、その増減水と水の流れに合わせてエリアを選んでいってるんで、はい、そこは多分もう他の人に真似ができるかっていうと、まあ、当時はまだそんなにできる人いなかったと思うんですよだけどそれ以上にカバー猫が圧倒的に釣れるっていう事実をちゃんと伝えられてないなっていう、まあその伝えられてない理由はやっぱりテキサスリーグを売りたいメーカーもそれを売ってて玉砕した選手もいっぱいいるからだと思うんですよテキサスリーグを打ってて玉砕した選手もそのワンムクこそが世界一だと思って売りたかったわけで、はい、それをプロモーションしてるから、はい、メディアは遠慮しちゃって言えないんですよね、うん。ここ使って大丈夫な、そうなんですよ。だからそれは小森さんがうまいから釣ったんでしょっていう言い方に切り替えられちゃうんですよ、うん。僕なんかじゃなくてあれ誰がやってもカバー猫あの時釣れたと思いますよ、うん。僕じゃない人がそこに手駒としてモテてるかモテてないかっていうのが一番重要ですよね。ですね。だから初日は、いや、あの最終日はやっぱり優勝のプレッシャーっていうのがあったから、あれは多分僕じゃなきゃ乗り越えられないかもしれないですけど、はい、2日目なんか僕多分骨折して出れなくなって、誰かちょっと代わりにやってきて、あそこでカバーネコやったら釣れるからって言ったら、いやー小森さんの動きでめっちゃ釣れましたよって言ってたと思いますよ。それぐらいカバーネコのパワーあったんですよその時は、はい。僕はそれを見極めるのが釣りだと思ってるから、はい、だからまあこの釣り子さんを見ている方は簡単ですよね。あ、もう迷わないで春はカバネコでいい CN 使ってカリフォルニアロールを色を使い分けて
自分の好きな色を使って釣ればいいやって。もしくはあのエンジンバスの方でもそこら辺は徹底的に教えていただけるってことですね。あんまりエンジンバスは言ってないからあっち本業なんで、あっち本ちゃんなんで。いや僕はあのなんていうのかな、魚釣りだからね、はい、バス業界といえども、はい、バス業界ちょっと間違った方向に行ってるんで喋っていい内容、これいいです、これいい内容で、ね、ここ使ってください。大丈夫です、ね、バス業界ちょっと違った方向に釣ってるんではっきり言っておきますよ、はい、魚ありきだから釣りなんてものは。いつからルアーありきになったのかよくわからん。ルアーも大事よ、ルアーも大事、そのこれで釣りたいも大事で、これだから釣れたっていうのももちろん大事だけどさ、魚ありきだから、魚がこれを好んでるのに違うルアーで釣ってこれは釣れますねっていうのは違うでしょっていう、これで釣りたかったんだよっていうなら OK ですよ。だからそこのニュアンスがちょっとぐちゃぐちゃになってるね今、はい、これだけはちょっと言っておきたい。魚ありき、カバーネコが好きな魚がいっぱいいるところにテキサス陸で無理やり釣る必要性は僕はない。でもじゃあどういう状況がカバーネコが好んでいて、どういう状況がテキサス陸が好んでるのかっていうのは、まああの状況になってみないとはっきり言えないけど、この寒い時期のカバーはカバーネコかなと、はい、寒いというか春先のカバーは。ちなみに今はそれで入れ込んで、はい、何メートルぐらい落とし込んで、さっき言った透明度が変わるところ、あ、はいはい、今ちょっと濁りが入ってるんで1メーター50ぐらいのところまでしか僕落としてないです、岩盤沿いだけど。全体で言ったら結構浅い側をささっとチェックして次を打ってっていうのを繰り返して。そうですね、表層の方が水温が上がりやすいからこの時期は浅いところに上がってきてカバーに入ろうっていうバスはやっぱり水温の低いところは嫌うんですよね、はい、だからカバー奥は入らないけど薄カバーに入るんですけど、薄カバーみたいな風で寄せられてあったかい水が入ってきてるカバーにはよくつくんですけど、やっぱり上の方があったかいから上見てます。だから落ちてくるカエルなんて食うわけですよ、はい、カエルが落ちてくるからシャローに上がってるんじゃないんですよ、上を向いてカバーについてるからカエルを食うんですよ。これ大事なところですよね。もしバスが先行的にカバーでカエルを選んで食ってたらカエルしか釣れないと思いますよ。そうですね、逆にワカサギについてるバスなんでワカサギ系ルアーしか釣れませんもんね。あのバスに指向性があったらそうなっちゃうんです。カエルに指向性を取ったらほとんどのバスが餌を食えないも終わっちゃいますよ。カエルは食ってる、だけどカエルを食うために来てるんじゃない、それはカエルが食われてるっていう事実でしかないです。ちょっと難しいこと言ったな今哲学的な内容ですね。ほらこういうスポットは見の通せないでしょう、はい、こういったところこそミドストが出てくる。でカバーがなくなってるから当然ミノーとかミドストとかになってくる、はい、あそこにカバーがあれば打つんですけどね。このカバーなんかはねちょっと岩盤にくっついててわりかし魚が入ってきてもおかしくないんだけどね、日が差しててここにいないならいねえよっていうぐらいのいいポジション。正直3月だったら釣れてる、3月半ばだったら、はい、2月なんだよまだ釣れないよこんなとこやってでっかいリザーバーだとね、こういうアウトサイドベントのカバーってつきやすいんだけど、はい、亀山の場合、これ水温が一気に上がると3月もここにつかずに一気に上行っちゃうでしょ、だからなので、まあ、あんまりこのヘアピンのアウトサイドって僕が釣ったことはあんまりないかな、正直言うと。さっきの話に、最初の話に戻っちゃうけど、はい、バスありきって言うからバス釣りやってる人は見てくれてるんだけど、物は売れないんだよスキーも最初は普通のスキーが流行ったじゃないですか、はいはいはい、その後はやっぱりスキーじゃ簡単すぎて面白くないから、はい、難しくするためにテレマークとかスノーボードが流行るわけじゃないですか、はい、今はテレマークが流行ってるんですよ。スピードスキーではないでしょ、それじゃスピード出せないじゃんって言ってるようなもんで、はい、僕らは言ってるのは、はい、
でも求めてるものが違うからって言ったらそうなんだけど、これがスキーと違うところは、スキーも 山の斜面を降りるためだけだったら絶対本質が問われるんですよ。斜面を降りるために登ることまでは自動でやってくれるから、降りるスポーツじゃなくなっちゃってるっていうところですよね。あれ登って降りるだけの要は移動手段だったら、はい、テレマークなんか絶対入らないですよ、はい、スキーになります全員。でも魚釣りっていうのは魚を釣ることが目的じゃないですか、はい、だからやっぱりその難しくすればいいとか難しく考えてる方が楽しいっていうのは本質じゃなくてやっぱずれてくると思うんですよね。なので2つに分かれていくっていうのは僕はあんまないなと思ってます。だってさっき言った通り僕のお客さんトーナメントなんか来ないですもん、はいはい、少ない休日で1匹でも魚釣りたいっていう人が来るんですもん。そっちこそ本質じゃないですか、うん、カメラやってる人が全員三脚買って全員一眼レフの交換レンズいっぱい買って、変な話ちょっと天体写真が撮りたいと思った人が全員キャノンの RA を買うかったら買わないですよね。買わない。こう食う時はそういうテレテレテレってただ巻きでも中層でガーンって食ってきたりいますね。食いに来てるやつはね、はい、でブレークに下がってるやつはサスペンドでステイさせていった方がいいですよね、はい、でも岬上はもう分からないです、魚動くんで、はい、だから昔から釣りやってる人はミノは弱だと思うんですけど、はい、ただ巻きでも釣れちゃうってことは分かっちゃってから、はい、やっぱ悩む方多いと思うんですよ、はい、どっちかなって、はい、これ僕も正直悩むんですよ、ただ巻きかなジャークかなって、まあ、魚に聞いてみるしかないですよね。まずはジャークしてみるとか、まずはただ巻きしてみて魚の反応を見てって思うんだけど、大体の場合はただ巻きしてて、はい、当たって乗らなかったりとかチェイスがあって乗らなかった時にこうやって誘ってやって止めてやったら食いますよ、ね、でっかいミノワンテンとかは逆に、はい、そのワンスポットから魚を離して食わせるっていう、はい、そのためにはやっぱジャークが必要になってきて、はい、ジャークはそこで使い分けてるかなっていうところですよね。だからもうちょっとバスが浅いレンジにいるようなこんな深いリザーバーじゃなしに、はい、フラットが広いところにいるような時、高滝ダムとか霞ヶ浦みたいなところに行った時は、はい、シャットじゃなしにX80 ジュニア、はい、あれをただ巻きしてやって、はい、まあ、ストラクチャーの周りでワンシャッジャーク入れてやったりとか、そういった使い方をしたりはしますよね、はい、あのオレンジ色のはバスじゃないのか、どうですか、あ違います、コーイじゃないですか、それそのままコーイじゃないですか、はい、イーコーとか言わないですか、コーイですね、プーカーとか言わないですか、ニーシーキーのコーイですまんまじゃないですか、まんまです、こう今日はもう戦うしかないですよこれ、はい、花粉と、いやでも今日の一番の気づきは、はい、2月なんですけど、はい、1.5 メートルまでしかチェックしてないんだなっていうのが一番、あ俺は参考になりました。ティムは3月の頭だと思ってやってますよ、はい、一応本当に1月のあのディープしっかりとはもうガラッと変わって、はい、春一番過ぎたらこのスタイルでどこで魚がかかってくるかっていうのを探しつつ、本来ガイドだったらディープも押さえてます、はい、今日はガイドじゃないんで、はい、見てる人にまず今月末のこの放送された後の亀山ダムをどう釣ってもらうかっていうアドバイスが一つなので、今回の僕のこのシリーズの目的の最大のところは僕はそこなので、はい、釣り子さんは違うみたいで、アクセス数と何だっけ、再生回数と再生時間数と、はい、いいねの数みたいですけど、僕はちょっと違うんで趣旨がね、いやでもそれは見てもらえなかったらただの意味ないもんですからそうか、はい、だから小森さんもそこは重要視してください。え、僕はいいです、見た人だけは得すれば、まあまあそうですね2人ぐらいしか見てなくて、その2人が3月頭に来て、うわあれ見といてよかったって思ってくれる方が、うん、まあ、それの積み重ねですね、特別感あっていいかな、うん、
1万人が見て1万人がみんな同じ状態で釣れねえじゃねえかって言われるよりは、いやでも最初だって動画始めた時だって俺だってそうですよ、あの、まあ、2人が2人見てくれたのが4人になって4人が8人になって8人が16人になっての繰り返しだって、そうですよね。まあ釣り子さんも努力があって今からですからね。あ、まあまあそうです。さあどうしよっかな、下るか。あー、お腹空いたな。お腹空きましたね。どことないですよ。え、はい、さっきあれ、あ、そっか。でもマスク外したくないからカロリーがあんまり補給できてないって氷さん、いいですよ、カロリーが補給できてないって、その機能的に人をねロボットのように言わないでください。釣りの時ってそんな感覚じゃないですか。でももっと人間的にお腹が空いたとか、はい、寒いから甘いもの食べたいとか、はい、そういう感覚で言いましょう。いや普段はそうですけど、やっぱトーナメントマシーンの小堀嗣彦もそういう感じなのかなと思って。まあ僕はいつも毎晩食べるときに、あのビタミン何グラムとか考えながら食べてますけどね。やってるじゃないですか。そんな晩ご飯美味しくないってみんなに言われますけど。ちなみにあの、はい、大会中って食べてるんですか。はい、あの試合中。あ、試合しながらですか。あのトップ50の戦ってる最中ってご飯とかって食べてるんですか。そのね気分転換にもぐもぐタイムは作ってますね。あ、もぐもぐタイム的にちょっと。でもあの当然糖質が落ちてくると思考が鈍るし、出力低下するじゃないですか。はい。ブドウ糖取んなきゃいけないけど、ブドウ糖直接すると体に悪いんで。はい。あのやっぱ炭水化物の入ったものは食べなきゃダメになってきますよね。はい。それはちょっと意識して取るようにはしてるけど、やっぱり集中力高まってる時なんかもう手できないから。はい。口が乾いた時だけ水飲んだりとかしてごまかしてる時あるし、はい、ただその水分を取りすぎるとトイレ行きたくなって集中力乱れるから、はい、バランスよくやってますけどね。まあ、なので夜しっかり食べて、はい、朝軽く食べてっていう風にしてるんだけど、はい、夜朝食べるのを間違うとお腹痛くなっちゃうね、試合中に。そうですね。はい。でね、まあ、これね、昼間食べないことによって、はい、3日間の体調維持ってすごく難しくなってくるんですよ。はい。昼間食べないとどうなると思いますか。いやいや、わかんない。便秘になります。便秘。はい。あのね、空腹時間をあんま長く作ると便秘になりやすくなります。体がちゃんと、まあ、だから要は消化しなくなって、そっか、吸収に時間をかけようとしたんじゃないですか、空腹時間があるから。ああ、そっか。本当に便秘になっちゃうんですよ。だから初日終わるじゃないですか。初日はいいんですよ、はい、あの腸も調整して出るから、はいはいはい、まあ、緊張してるんでね、朝一出る時もあるし。だけど2日目以降とか、いつのタイミングでお腹が便意を催すかっていうのが、はい、コントロールできないとこんな長丁場の試合やってられないですよね。そうっすね、怖いっすね。僕実はこれ昔野球やった時からそうで、はい、本当にね、高校生の時ですよ、はい、あんだけ食ってても3日に1回しか便出なかったんですよ。だから練習から試合までの間でもうコンディション整えるのが大変で、野球とか無理だなと思いましたね。あれも長丁場ですよね。長丁場ですね、決まるまで。だって 100m 走って僕2秒から差が変わるんですよ、便秘の時と便秘じゃない時で。便秘はしんどい。3日目とかになってくるともう体重たくて、本当にね、バットとか振ってても体が重たいのが分かりますもん。はい。そういうスポーツ選手って結構いいんじゃないかなと思います。食べてすぐトイレ行くって言うじゃないですか、はい、ご飯食べたらすぐトイレ行く人、はい、すごいいいなって思ってあれってやっぱ食べたらロケット鉛筆みたいな押し出されるんですかね。どういうシステム。俺もそんなことはないって。あ、何なんだろうと思いますけどね。たまにいますよね。はい。消化が早い。いや、その食べたものすぐ消化されたら押し出されてくるて。そう、だから食べたことによって古いやつが出るんでしょうね。はい。腸が活発に動いて便意を催すんでしょうけど、はい、すごいですよね。あれってある意味快便なのか快便じゃないのか。いないね、魚ね。いないですか。いない。いないですか。本当にいない。
これ、ね、天気良すぎて巻く気がしなくなってきてさ、これ青空撮ってくださいね。快晴ですよ、これ負けるかって。こんな日に、こんな日に巻いたら負け。いやでもそんなに、はい、別にお題的に巻き縛りとかしてるわけじゃないんで、なんでもいいっすよ。まあまあ、今日は釣れないでしょ。はい。まあ2月のちょっとカリーンと晴れ上がっちゃった厳しい日ですよね。ねえ。やべえなって日では。ピンクやってるんだったら午前中風ない時間にポロッてっていうのはあるでしょうね。まあ風はちょっと来始めちゃいましたけどね。ねえ。いないもんね、シャローカバーにも魚。いたら釣ってるよね、みんなね。そんな答えって早く出るもんですか。ああ、いいカバー売ってますから、はい。カバーを全部売ってるわけじゃなしに、この時期魚がつくと思われるエリアのいいカバー売ってるし、はい、カバー売ってる時にちょっと気づいてもらったと思いたいんですけど、はい、僕の売ってるエリアのカバーって水入りですね、はい、水悪いところのカバー売ってないですよね、はい、やっぱり水が悪くなって、要はこの三寒四温の三寒四温の四の前には雨が降ってるんですよ、はい、雨が降って濁ってから四温になってるわけですよ、はい、低気圧とともに暖気が連れてこられてってなってるから、濁る前は冬だったんですよ、はい、濁ってから春になってるんですよね。だから水の汚いエリアはまだシャローに魚が届いてない。ああ、はい、まあ、痛いやつは食いやすくなってるかもしれないけど、はい、そんなのこの連休とかあったんで釣られてるじゃないですか、うん、供給されてくる魚がいるとしたらやっぱり水はクリアなところだと思うんですよね、はい、まあディープ居残り真っ白く狙うしかないのかなという状況になってきましたね。水温もね、思ったより上がらないんですよ。まあ、でも流れとしては今日朝一から出てるんで、はい、その半日ぐらい使って魚のどっちかなっていう傾向を掴んで、はい、まあ、今徐々に終盤に向けての絞り込みを判断している最中っていうところですかね。でもだとしたらちょっと間違ってることで言うと、はい、気温が上がってくる後半の方がやっぱり巻きだったりカバーだったりするわけで、はい、前半に巻いている時点で安定感はゼロですよ、ね、ああまあまあまあ夕方の、はい、これは押し通していく方が僕は正しいと思ってます、はい、まあ、最後までリープをやらないスタンスで行かないと、はい、ストーリーがめちゃくちゃになっちゃうなっていうのは自分の中でね、魚を追い詰めていく一日のストーリーの中で、そう、番組のストーリーじゃなくて、はい、っていうのはちょっと感じてる。なのでなんとか浅いところで反応が欲しいな、はい、軽い水中岬がここにあって、昔はもっと明確だったんだけどちょっとやっぱ埋まっちゃってるんですよ。はい、この水中岬からそっち側がやっぱよく出ますよね、はい、ブレイクエッジに待機してるやつをそのショルダー部で食わせるってイメージで、まあ、もうちょっとなだらかなので、はい、上がっちゃってると思っていいですよ、ここは。あ、上に乗っかっちゃってるやつを、そうそうそう、なんだけど乗っかっちゃってるんだけど、まあちょっと下げれるレンジが残ってるんですよね、はい。ちなみに、まあ、ここと同じような条件下ではホテルシャワンドだったんで、そこもさっきから2回ほど覗きに行ったら人がいたんですよ。はい、お、アモーレの鐘が11時半を、破滅の鐘が鳴りましたね、はい、破滅の鐘が鳴ってますね。前回もこの鐘をが鳴ってからこうスパートがかかってこう一気に後半の怒涛の2匹につながりました、ね、まあ、前回はね冬の釣りだったんで外すことは絶対ないと思ってましたけど、はい、この風が鐘が鳴るまで前回は雨が降ってたんですよ、はい、心が折れてたんですよ。心はちょっとだいぶ、今回は心は晴れ渡ってるんですよ、この青空のように、はい、この絶対負けを釣れないであろうと思われるぐらい快晴な青空のように、はい、今おもむろにサングラスついにかけましたけど、はい、どういう変化だったんですか。ね、日差しが強くて目が将来的に緑内障や白内障になるのを避けるためです。別に水中の微妙ななんかを見ようとかそういうことではなく、そこの
泥のフラットの上にバス見えないかなと思って、あちょっとしたサイトをちょっと見てみるかと思っただけ。案外浮いてる時はこういう水色でもポロって見えちゃった。浮いてないですよ、はい、あのさっきから浮いてるってよく言うけどボトムべったりにいますよ、シャローのやつは。はい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 、だから光が到達するところまで上がりますよ。はいはいはい、はい、この時期見えるやつは絶対ボトムですから。この時期浮いてたら逆にそれ多分釣られてボロボロだってやつだ。あ、本当だ、浅く。ここら辺もこれ底ですか。そうでもね、ちょっと濁りが入ってるんで見えるのもその木ぐらいからじゃないですか。はい、これがまた変更しながらマスクをすると曇っちゃってダメなんですよね。いるときは見えちゃうもんね。見えますよ。でね、木に寄り添うようにべったりにね、白っぽいのを見るでしょ。へえ、でこんだけ曇ったら何も見えないでしょ。はい、もう小森さん見えてないんだろうな。で笑ったら俺も見えなくなっちゃう。でしょ、喋、ね、りながらと見えないんで黙っててほしかったです。黙ってます、黙ってます。もう遅いですわ。黙ってます。ポッターにいる埼玉達人がいるんですけど、有名な、はい、彼はこの時期が一番得意で2月半ばぐらいいつも出から行ってきますよ。こういう時にポローンと浮いてる。浮いてない。ああ、その木に寄り添ってる。もともと何にもないところに木とか枝に首を突っ込むかのようにポンといるんですよ、でかいのは。へえ。小森さんだったらそれ食わせにかかるとき何？もう簡単に食いますね。何？先言っときますけど、ちっちゃいダウンショットとかネコリグとかで目の前に落としたら簡単に食います。見つけちゃえさえすれば。見つけちゃえすれば。で逃げないようにアプローチできれば。ただ難しいのは顔の前に落とさなきゃダメ。はい。まだあのカバーの奥には入らないんですよ。だからだってバス的にはこの辺にいるのが一番あったかいでしょ。はい、ないですね。いいのかもしれないけど僕には見えてないですね、まだ。ここに例えばいるやつは、はい、どういう状態のバスなんですか、今探して。なのでスポーニングは考えなくていいです。はい、いるのは単純に言えばちょっと1回寒いところまで落ちてみたんだけど、深いところまで、はい、緑のところまで、まあ、だけどもう暖かくなってきて水温が下がって底を過ぎてるから、はい、浅いところに上がってきたんだけど、まあカバーの中とかシャローに行くと、はい、温度変化もまだあるし、はい、日陰は寒いじゃないですか、はい、日向ぼっこをしたいって感じ。あ、まあ、水温が一番上がるそこに太陽の光が到達するところでその上がっていく水温を感じたいです。なんかこの時期ちょいちょい出てくる風浦にいる亀みたいなもんですね。はい、あのね、一番想像してほしいのはマナティの、はい、マナティって確か水草を食うんですよね、はい、だけど冬になると水温が下がって水草がなくなっちゃうから、はい、汽水からどん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 海水の方に逃げていくんですよね、はいはいはい、で一箇所こう泥地の底にちょっと湧き水があるところに集まるんですよ、はい、マナティの。そう、そのマナティを想像してますよ。まあ、マナティの生態はそんな知ってるとか言うと思えないから。そうなんですよね。それ例えとしては分かりづらい。バスを調べた方が早いね。そうですね。そのマナティを想像してみてください。森さん史上一番分かりづらい解説だったんですけど、もうちょっと身近な虫とかなんかそういうのに置き換えていただけると。いやまあ僕はこう生き物は全部一緒だと思ってるから。マナティのそれを見たときに、あ、冬のバスもこうなんだろうなって思ったことがあって、はい、まあマナティですよ。マナティバスを探してるんですね。そうです。泥のフラットにマナティがゴロゴロいるのを見たことあった、あの映像で。私マナティを見に行きたいとは思わないけどね。その話を聞くと若干行きたくなりましたね。そうですか。何それと思って。マナティに何の興味もないね。何してんだろうと。いや寒いからあったかいところ探して溜まってるんですよ。いやいやいや、本当にいやいな。風冷たいな、本当全然嫌だな。そう、風がやっぱ北寄りなのか
ちょっと突き刺すような感じですね、久しぶりに。はい、なんか跳ねたね。はい、あの、ひよこの。ひよこ、アヒルの。アヒル黄色い、なんすかあれ。なんであんな色なんですかあれ。アヒルとも言い難いし。あれ、普通白鳥じゃないですか、あ、白鳥か。白鳥の。だって、田中さん、はい、言っていいですか。はい。湖に来て、観光に来て、うわ、楽しいって言って、はい、アヒルに乗りたいですか、白鳥に乗りたいですか。白鳥にして。見にくいアヒルの子っていうぐらいですよ。アヒルに失礼だけど、白鳥ですよ、あれは。ここに来てわざわざ見にくいアヒルに乗りたい人はいませんよ。そして、ヒヨコは多分かわいそすぎて乗れませんよ。いや、見にくいや。いや、醜いアヒルの子は白鳥だったんですかね。そうですよ。だから白鳥だったらいいけど、そのままアヒルだったら乗らないですよね。アヒルに失礼じゃん。だからあれはそういう話ですもん、はい。あれを見てアヒルと言った人は初めてだ。はい、しかも最初ヒヨコって言ったらもうすごい話だ。いや、黄色い色がヒヨコっぽい色だなと思って。カエルが大好きな子供がいて、はい、緑の村見ると全部ケロケロって言うんですけど、はい、同じレベルの話です。子供が言えば可愛いですけどね。40のおっさんがヒヨコーって言っても可愛くないですね。怖い話だ。怖くないです。月毛入り口っていう感じですか、ここは。まあ、ちょっと今冬の場所を、はい、まあ、僕の今日、横の釣りだけをやろうと思ってきて、持ってきたタックルの中に、はい、唯一ジグヘッドのミノスコのタックルがあるじゃないですか。はい、64LS。そうです。これを、まあ、冬と同じボトストで今ちょっとだけ入れてみようと思ってます。はい、でもこれもやりたいところは次の場所あるから、はい、あんまり時間をかけてやりたくないんです。はい。さらっとチェック。そうです。亀山ダムの特徴としては、平日でもやっぱり、やりたいところの手前で止まるとやりたいところに人入られちゃうっていう、はい、これはもうしょうがないことなんだけど、はい、何かが悪いわけじゃないんだけど、はい、やっぱり一瞬腹の中で毒づくほどやっぱり気分的には良くないから、そうそうそう、いいポイントはやっぱりいいポイントで先やった方がいい、はい、かといって抑えようと思ってたディープとかにもそれでも人が入っちゃうでしょ、はい、なのでちょろっと手出していくっていうのが、はい、タコ粘りは しない。タコ粘りするときはもう絶対釣らなきゃいけないときです、そこで。あ、はい。で、ある程度見えてるとき。そうです。だから満足にプラクティスが、時間が取れて満足にプラクティスができたときは、トーナメントで、とか当日でベタ粘りっていうのはあるけど、はい、それ以外タコ粘りをすると、あっちもこっちも気になってる子に人が入って釣ってくると気持ちも焦るじゃないですか。はい、あっちやろうと思ったのに釣れてるよ、くそー、こっちダメだよ、全然時間かけても、あっち、うわ、人入られちゃったって、どっかでこれ感じた感覚かなだなと思ったら、パチンコ屋だと思ってるんですよ、僕は。選んでるのに全部取る、バーゲンとか、はいはいはい、あ、選んでるあれに全部取られちゃうっていう感覚を、はい、持ってないと亀山ダムは立ち回れない、はい、立ち回れる時期になのにもかかわらず今が一番立ち回れるんですよ、はい、でも今日立ち回れてないでしょ、はい、なのでそれぐらいやっぱりここは対魚だけど対人っていう、まあ、リーキフィールドですからね、ですね。だから言ってここやってながらそっちやりたいんでちょっとやんないでくださいとは言えないですから。それはもちろん。たまに試合中なんでとか言ってくる人いるけど、もう関係ないですからね。試合中だろうが試合中じゃなかろうが、はい、空いてるポイントはどんどんやらないとみんなも魚釣れないじゃないですかね、はい、64LS の柔らかさ、ほんとこの時期の一発に良さそうですね、乗せていいですよね、はい、弾いちゃわないから、はい、ただ、でっかい魚がかかったときにこうみんな殺さないでちゃんと上げれるかなっていうのは心配ですけどね。ドラグをしっかり出しつつ、しっかりとバットで魚を押さえつつ、バランスよくやらないとどっちかが怖いと思うんで、硬い竿と違って
キロ切れるっていう前にサロ曲がり込んじゃうから、はい、魚が3キロとか4キロとかあったら、ブログ締めまくると5ポンドだったらサオが行きますよね。はい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 。まあ、関東だとまああんまり3キロってタイミングじゃないと出ないですけど ね、でも2キロぐらいだったら、まあ、全然どうとでもなる、どうとでもなるし、はい、やり取りの中では絶対折れることないと思うんですよ、はい。まあ、ボトストとミドストは似たようなもんで、はい、どっちもまあ同じようなリズムでやっていけばいいと思うんで、その辺はちょっとコモチャンネルでこの間解説してるんで、はい、それを参考にしてもらいたいなと思うんですけど、はい、ボトムでミドストをやればボトスト、中層でやればミドストになるんで、はい、そういうだけの違いなので。ちなみに今それ糸何ポンド？これはね、3プラスですね。あ、3プラスの、はい。さっきスピニングでそのシャッド投げてるやつは何ポンド？これ4ポンドですね。4ポンドです。これ田中さんが釣りする曲に切り替えましょうか、今から。え、いや、小森さんがここまで来たらとりあえず釣っていただいて。まあ、無理だよ、これ。もうちょっとどっちつかずなことになってきちゃったもんね。田中さん釣る企画だとどういう釣りするの？ディープですか？知らないですよ。田中さんに全部渡すんで、僕後ろで。あ、休憩して。休憩して。俺がコンクルージョンタックルを駆使して。そうです。釣ってるから呼んでください。写真撮ってあげますから。そういう企画ですか？もう一人で来た方がいいだろ、それって。いや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 、やっぱいや、それはないですよ、やっぱり。ちゃんと釣りましょう。ちょっとこれもバス次第なところありますよね。まあ、ほんとこの時期は日替わりですよね、こればっかりは。日替わりどころか、ちょっとこれ週替わり、うん、ちょっと悪いわ、この天気。これほんと晴れ上がっちゃいましたね。晴れ上がって寒いんでしょ。朝はちょっと考えたけど、サスペンドしてて釣れるかなと思ったけど、水が悪すぎるわ。あ、プラス要素が一つもない。はい。2月のこの冬パターンが残ってるんで、絶対ガイドやんないですもんね。しんどいですもん。1月と違って確実性がないから、ディープも。で、釣れてもちっちゃくなるじゃないですか。はい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 。まあ、ディープも動いちゃってますからね、もう水が水温上がってきちゃってるから。元気な人たちもうなんか次の段階に移行してますもんね、多分。ですよね。ミドルディープっていうところに移動しちゃうから。はい。そうなると、もうそのミドルディープで止まってくれるんやけど、止まんないでしょ、冬の魚は。はい。もうこの時期になってくると、はい。まあ、立ち木とかで止まってくれる時もあるんですけどね。はい。でも過去の経験上、この時期いろんな立ち木回って釣れた記憶はない。はい。バスが鳴る木みたいなことでバタバタ釣れることはある。何年か前バスターズやった時も優勝したら1本は釣られてますよね。まあ、あとオリキサー上流のクリアなところで見えてるバスがいたらそれを狙うっていう。ああ、はい。見てたんですよね。まあ、それはちょっとね、やめましょうね。はい。なんか2月のセオリーとはちょっと違うかなって。いや、まあ、2月のセオリーではあるんですよ。でもそれ行った一人ぐらいしか触れないですもんね、うん、それ公開したとして。そう、魚ありきだからね、場所ありきじゃないから。ゴーストシップス。ゴーストシップはパーカープ。カープ。オルカップ。オルカップ。一匹ぐらい混じってそうですけど。いや、それワカサギの群れの中に一匹ぐらい超高級魚が入ってるとこ行ってる。どの字ぐらい？いや、でも昨日もカープしかいねえなと思って上流でげんなりしてたら、途中からバス見えだしたんで。これバスか？嘘ですよ。やめてくださいよ、こんなタイミング。寂しいからカップに3枚あげてみます？まずは。でもカープもいなくなっちゃいましたよ。カップ足元に。ノーカープになっちゃいました。ノーカープ。ノーカープ、ノーライフ。このポカポカな、この奥まった感じなんか。俺がバスだったらここら辺痛いですけどね。だったら一昨日ぐらいに釣られてもういなくなってますね。田中バス死亡。いやー、結構擦れてますよ、俺は。でもデブ戦でしょ。え、デブ戦でしょ。そんなことないですよ。ハットイカとかないからすぐ食っちゃうよ。そんなことないですよ。それは違うよねって、それは言いたくなるかもしれない。でも違うことが確定してるってことで撮ってるってこと。はい。
うわいいカバーっすね。そどうですか、浅すぎですか、それ。ネコリグ、それ、シンクは何グラム刺してるの？ 11 分の1です。というと、2.5グラム。くらい。いや、さっきからツルンツルン気持ちよく、ちょうどよく入っていくなぁ。ネコリグの場合、これ、釣りだとこの上だと入ってないでしょ。はい。グラムで皮が釣るんでないでしょ。はい。なので、まあ、この上だからこそバスが加えてすぐバイトもわかるし、はい。中層でコントロールしやすいわけで、はい、ジョンスとかになっちゃうと、打てるけど、はい、コントロールしにくいじゃないですか。はい、だからテキサスリグよりネコリグの方がカーボンコイル入るっていうのも一つ、この時期カバーは猫だよっていうことの一つでもあるんですよね。静かにトゥルンと、トゥルンと入れられる。はい、あ、か結構ゲイリーワームだといろんなストレート形状と、まあ、サイズプロセンコとかいろいろありますけど、小森さん絶対カルフォルニアロールじゃないですか。はい、ここら辺はな、太さが絶妙。いい、使いやすい太さ。はい、それでこれ前も言ったと思ってしまって、ヤマメミズのことにもつながってくるんですけど、はい、その時にそのテーパーがないワーム、ノンテーパー、ノンテーパーが大事なんですよ。ネコリグっていうのは、これは棒のものに回転方向へエネルギーを与えて、はい、くねくね動かすわけじゃないですか、はい、その回転するロールが、その受ける視点の力と、はい、そのワームの先端方向が細いと、どうしても臨時の関係で、はい、大きな力を動かしてもこっちにはもっと大きな力がいっちゃって、はい、要はこうアクションが大振りになっちゃうんですよね、はい、で微波動を与えようとすると超微波動を与えなきゃいけなくなっちゃったりとか、はい、要は動かした分だけ動かなくなっちゃうのと、はい、同時にワーム全体がステッパーがついてると受けた水圧が流れて消えていっちゃうんですよね、はい、だこうやって回したいわけじゃないですか、水中で、はい、こうやってね、はい、わかります、はい、でっかいものをくねくね動かしたらこんだけ動くんだけど、これ動かすと難しいじゃないですか、はい、まあ、この辺だとなんとなくわかる。でもさっきちょっとこれ細いと回ってるか回ってないかわかんないですよね、はいはいはい、でこれをまあ適度な太さでこうやって回してるように見せたい。あ、だから先端までノンテーパーで、ノンテーパーで同じ回転が上までの下まで行くことによってくねくねと全体がロールして、水が押されていくわけで、これはね、論理的に考えてもノンテーパーの方が効率はいいはずなんですよ。いろいろあるストレート形状、まあ、先行から含めていろいろある芸人の中でも特にノンテーパーな感じの。そうですね。ただその最後のテールの部分だけはテーパーついててもいいと思うのは、はい、水中で垂直に水を切ると全くその水の中にない水の動きが出ちゃうわけで、はい、そうなるとナチュラルに食わした時はやっぱりちょっと邪魔になるかなと思ってはいるんで、はい、まあ、丸くした方が使い心地がいいだろうと思ってるだけで、はい、なのでまあ自然的にそういう風になってくるんだけど、このカリフォルニアロールの、はい、このカリフォルニアロールのいいところは、はい、そのノンテーパーの上にこのソードみたいなフィンがついてるんですよね、はい、このフィンがうまくこう微波動してくれるんですよ、はい、なのでロールはボディはしてるけど微波動も作れるっていう、はい、同時にそういう2つのアクションも作れるので、まあこの中層で動いてるか動いてないか分かんないような動きの中に食わせアクションが入ってるんで、比較的その思った以上に釣れますよ。亀山なんかだとちょっと亀山で使う中ではカルフォルニアロールだと大きいかなって印象があったんですけど、小森さんが必要にやっぱカルフォルニアロールなんで。そうですね、別にこれで大きいかなってちっちゃいバスは釣れなかったことはないんで、亀山のバスはさっきプラグでも話したけど、はい、その後にフックが入ればいいんですよね、はい、だからプラグで2番のフックはちょっときついと思うんだけど、はい、ワームフックの 1-0 番だったら入るじゃないですか、はい、しかもこの僕の作ってる CN の 1-0 だったら、はい、この CN の 3-0 って言われたらやっぱり特殊な釣り方になっちゃうんですけど、まあそのワームフックで考えたら全然入るんで大丈夫かなと思ってます。ストレートワームっていうか普通のオフセットでも、はい、3-0 のオフセットを使わなきゃいけないようなワームは、はい、ちょっときついと思うんです、亀山では、はい、だけど普通のオフセットで 1-0 だったら別に普通に釣れるでしょ、はい、って思うんですよ。 3-0 っていうとワンラップシャットの4インチとかじゃないですか。あ、はい、だからその辺になってくるともうでかいの狙いですよね。いやでも本当ギル系ワームとかに向けてはなんか4-0番とか
50番とか。ソメイはでもギリピーバームで30センチ狙ってます。でもたまに食いますよ。食うだけであって狙ってないですよね。でまあまあちょっと大きい。それは釣れなくてもいいっていう角度の30ですよね。はい。そこが根本違う話で。うん。それも含めて何センチのバスが出るかわからないけど、ここにバスがいるってことを確認していこうと思ったら、30番のフックでは基本的なアプローチがちょっと変わっちゃうんですよね。はいはいはい。であとは一つはそのでかいのをしっかり食わしていってっていう釣りも釣りだっていう風にはなってるから、あえて否定はしませんけど、はい、そのフィッキングまで間を持って合わせるってことをしない、即合わせたいんですよ、はい、だから針はちっちゃめっていう、はい、これはもう僕の中での一つのルールですね。針はちっちゃめ、まあ、フィッキングできないほどちっちゃかったらダメなんですけど、フィッキングできる最小限の大きさから入っていく、はい、ちょっとあるシーンで決めてくれますね。はい、昨日とかあんまり出なかったですか、花粉症。なんか今日よりマシだった気がしますね。亀山もきついんですよ、なんかここ。亀山きつい。もうそれ言われてきて、こいつも亀山あんま出なかったのに言っても。なんか高滝って結構開けたと平地にある印象。はい、亀山山に囲まれてる感じが。で、亀山がマイナスイオンが多いから、はい、亀山に来てる時ってあんまり顔色が出ないかったんですよ、僕は。はい。今日出まくってます。これさ、それベルサート触らせてもらっていいですか。僕のベルサート触ってみますか。はい、いや、やめてください。セクハラですよ。はい。ちょっとこれでジャークベイトつけた感じ見てみていいですか。いいですよ。でも、田中さんの購入のための手伝いみたいな感じですよ。え、いいじゃないですか、それで一本動かない。テーマが狂っちゃったね。今日はもう、釣りじゃないね。いやいや、でもまあ、なんか、こんだけポカポカ、思ったよりポカポカしてるから。まあでもさ、気温は低いですよ。完全なしではない感じがする。まあ11度ぐらい。で、ポカポカしてることが逆に良くないんですよ。あー。テーマに沿ってないんですよ。あー、これいいな。満点に本当にいいですね。満点にいいですよ。ポールさん、これってレギュラー寄りなんですかね。レギュラー寄りですよ。ティップが入ってるだけで、それ曲げてる向きがそうだから。こっちから引っ張れたらレギュラー曲がりますよ。こんな風に竿曲げないんですかって。あれ、曲げてください。ああ、いいな、これやっぱ。ティップは入るけど、この辺から曲がってるじゃないですか。はい。これこうやって曲がるから。これすごいミノーにいいですよね。いいですよね。まあ、あのレギュラー寄りというよりもファーストテーパーだけど、はい、柔らかいんですよ、はい、こうミノにはいいけどミノは良くないですよね。釣れないもん今日は。いやいやいや、でディープ X200 までいけちゃう。200余裕ですね。カーベさんの 69MH の、はい、68にしたバージョン。あ、いいっすね。バスバムにもいい番手がいっぱいあるんで。あ、そうなんですか。いや、これと似たのあるはずなんで、はい、バスバムタブですもんね。もうフィッシングショーでチラッと触っただけなんですけど、はい、今欲しいのがちょうどこの68から6点ぐらいで、はい、こんぐらいのミノが気持ちよくできて軽くて、はい、いいですよね。強くてって考えるとこれなんですよね。それだからブランクス自体はややファーストテーパーなんだけど、はい、ガイドが乗っかってるから曲がるんですよ。だからレギュラー気味に曲がる。ガイドがだって重たいじゃないですか、ステンレスの SIC だから、はい、スタントル材との 1.5 倍以上ありますよね、はい、それによって竿がだるくなってだるいってみんな言うんですよ、はい、だ番手によってスピニングによってはだるいのも出ちゃうだろうけど、巻物とかだったらこのだるい感じが投げやすいし。そうなんです、今ね、それなんですよ、田中さん、いいとこ行った、はい、今、知ってます？感度が良くて使いやすい竿よりもだるい投げやすい竿の方が売れるんですよ。はい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 。やっ
プラッギングにはですよ。いや、全ての釣りへ。あ、はい。スピニングでもこんなだるい竿を誰が使うのっていうのが売れてるから。64はそういう意味ではもっと売れるんだけど、はい、僕のようなお客さんはやっぱりカチカチの竿が好きなんですよ。ああ、 60ULS からのケースというか。なかなかね、難しいっすよ。なるほど。バランスよくそのバスフィッシング全体像を見ようっていう人が最近は少ない。田中さんは釣り子とかやってるとちゃんと見なきゃいけないから分かってくるじゃないですか。その両側面をプロでやってる人っていないですよね。はい、みんながそこを許さないですよね。はい、もう三原君、ビッグバイトの人ですよね。はい、青木さん、サイトの人ですよね。はい、小森さんってライトリグの人ですよね、はい、っていうイメージをもう持ったされちゃうんですよね。ああ、はい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 。だから結局僕の竿はライトリグはよく売れるけど、僕の竿は巻物は全く売れないんですよ。だからそこをベルサーテルカバーすればいいかなっていうのが正直なことなんです。巻物用を小森ブランディングで作っても そんなにあれだから、じゃあベルサートで、はい、ワンテンただ巻きするとテーパーの感じが分かります。こう投げるのが楽しくなる竿ですよね。そうですね、これそうですね、ポイントにも入れやすそうだし、アーターブロンクスのパワーっていうか、それが結構大きいですよね。俺だってほんと小森さんの、はい、今使ってる竿で、はい、ようやくタフブラックスの意味が分かって、はい、でどれかを買おうかなっていう中でこの竿がベイトだった。あ、でもタフブラックスの竿で実感を味わいたくてっていうんだったら、やっぱこいつです。64か、僕のもう一個前の64の SULS っていうスモール竿があるんですけど、はいはい、あれですね、はい、やばい。田中さん、ちょっと潜ってきてもらえます？え、いいっすか、はい、俺だけ入っちゃって。ちょっと俺今電池交換とかメモリーカード交換とかいろいろ俺なりに忙しい状態です。水入り交換とか人交換とか季節交換とか。かっこいい小森さんを撮るために俺大変なんです。今もう今日じゃないことをやりたい。かっこいい小森さんは花粉症ないときに撮れないんで。鼻水が止まらない。くそったれ。もう3分交代とか忙しいんですよ。ちょレンジですか。いや、みんなシャットなんて結構ないけどね。あ、怖い。ほら、あ、余裕ですね。これね、持ってきておいた方がいいですよね、やっぱり。おお、速攻取れましたね。取れます。これもね、語っていいですか。はい、お願いします。そういう、もう釣れない時はそういう小ネタの詰め重ねなんです。このルアー回収機ね、はい、大きさこんなになるんですよ。はい、で、長さはなんとこれで釣り子を叩けるぐらいになるんですよ。ということは何メートル？2メーターぐらい。3メーターぐらい。はい。で、これね、もう10年使ってますけど壊れてないです。10年前だともう売ってないですかね？いや、前売ってると思いますよ。商品名も覚えてないですけど。どこのものかも忘れましたけど。結構コンパクトになりますね。はい。これだけだから、おかっぱりの時も持っていくし、はい、これレンタルボトルもいつも積んでるし、はい、でミノーやシャットなんてそんな深く潜んないですから、はい、まあ、自分の危険になるような取り方はダメですけど、はい、大体の場合は軽くこうやってエレキみんなが通れちゃうんで、まあ、春先のこういうプランギングな展開の時は何かしら、今いろんなメーカーからいろんなもん出てます、はい、なんか積んどくと安心です。そうだから自分が一番取りやすいと思うものでいいと思うんですよ、はい、これがいいとかあれがいいっていうのは僕の主観でしかないわけだから、はい、そんなよりこっちの方がいいですよって言ってくる人もいますけど、はい、まあ僕はこれで取れてるんで。おっしゃ。よかった。僕はこれで今まで回収が、使った時の回収率は半端ないんで。はい。これ無理だわ。ディープやんなきゃダメだったみたいな今日。なんかもう浅いとこ全然釣れてなかったみたい。あったかい間も昨日一昨日とかもポロッと釣れてるのみんな深いみたい。うん、企画を間違ってたよ。
リーブやるか今からいや今日巻く予定だったからさ、巻きしか持ってきないんだよ。釣れねえよ、そんな釣れるわけねえだろ、こんなビーカンベタなぎでだよね。いやそこやってきたけどね、ミノーでああ2時以降風が当たってるとこ巻くしかないね、もう一回ね。参った、田中さんとは釣りの相性が悪いらしい二人とも花粉症で死にそうだよダメだわダメだ、これ釣れね、今日はダメだこれ、多分これダメか、満載だ、もっと釣り行かなきゃダメだじゃあハンドルはそんな感じで大丈夫ですね。はい、お願いします。はいはい、はいはいはい、カボ先生もダメダメです、出ました、跳ね上がっちゃった、あーダメですね、あラッキーデポの貸し方よ、えラッキーデポの、いや持ってきてないですよ、今日もあんだけ出ました、持ってきてない、はい、あなんかごそごそいい感じで、コリ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 、西コリ系お、いい感じの音がしてるんですけど、おお、これ回収率高さ、そしてこれ ね、 いいですね、伸ばしたと後ろから水が出るっていうこの攻撃的なあたりもいいでしょうすごいですね、これすごい、こんなもん商品化できないでしょ、いやでも10年前の売ってんだったらすぐ買いたいです、それ多分売ってますよ、これ探せば売ってますよ、あのね、ルアー回収棒で調べたら、はい、その何社か出てきて、その何社かのルアー回収棒を全部当たったら、はい、これが出てくる、いやその金属製のその感じがいいと、芝居寸法38センチとかいうので、はい、何種類もないんで多分出てると思うんですよ、これはね、フリコー的にもね絶対番組でやってほしい、はいここで釣ってる DVD なんですね、ここ何回も釣ってますね、僕過去の動画で、ベイビークローで、まあ多分5月ですね、それ5月はまあまあ寒い日ですね、あそう寒そうだったって印象は、はい、何月か覚えてなかった、表層で釣りたかったんだけど、はい、表層が全然出なかったんですよ、はい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 、一回当たって乗らなくてまた釣ってるでしょ、うん、なんかそれ見てベイビークローなんか買いましたもん、釣れますよ、はい、ベビークローいいワームでしたね、はい、あれ別に現行でも今もありますね、ないですよ、え、ないですか、もうこれ、まあ、売ってればあるかもしれないけど会社からはもう、あ、在庫を、はい、アメリカからは入れてないですね、残り苦労に食われましたね、ここもいいですね、ちょっとやっぱ水が多すぎますよね、ちょっと多いですか、これは、はい、この辺が見えなきゃダメだよ、この辺にいるんですよ、いつもクリアアップしてたらこの水深でも OK ってこと、クリアアップしたら余裕ですね、結局ね、水温が下がっちゃう水深と光が到達する水深がこう入り混じんなきゃダメなんですよね、はい、でなきゃシャローにとどまらないんですよ、魚があったかいのを享受できるような状況できつつ、冬に夜になっても水温が下がりきらないっていう、それが1メーター230なんですよね、だからそのレンジからネストってできるでしょう、ああそう、はいはい、はい、だからそのネストができるであろうというところに今ポンと止まってるんですよ、でっかいネストが、はい、もちろんスポーニングだからまだ全然意識してないですよ、はい、まあ今のが全てですよ、うーん、だからうっすら見えるだろうっていうところにいるんですよ、はい、魚はそれが濁りで止めてもクリア抑えられたりとか、はい、急な増水で遠くなっちゃったりとかするとやっぱり今見えてるところにはいないじゃないですか、はい、まあただ日光浴したいから上がってきてるやつもいますからね、はい、だからちょっと見てますけど今んとこ見た感じいない、まあ、もちろん僕の今の視力で見つけられてないかもしれないですけどね、このゴミのような視力で、去年の今頃だったらもうバリバリ余裕で見えてたんですけどね、うん、1年でレンタルがガラス玉に変わっちゃいましたからね、いやいやいや、その状態で東日本一位を取ってるって、うん、見えない時期だったからね
小森さんはマッディに強いみたいな評判が立つかもしれない。もうあの人はクリアレイクはダメだみたいな。あ、サイドで一回優勝してるよかったですね。こんなに視力が落ちると、本当視力だけは取り柄だったのに、ついに僕に取り柄が一つなくなってきましたよ。いやいやいや。白髪も増えてきたし。いやいや。2月が寂しい回にいろいろなっちゃうとやめてください。重い回に魚も釣れないし。ふさふさしてるだけいいでしょ。小森さんも弱気、弱音を吐くようになっちゃったしみたいな。45歳ぐらい連れて45かって言ってるでしょ。いないでしょ。いや、言うても絶対俺なんか小森さん絶対見つけそうだから。いやー、もう久しくまさかこうやって見てないから見つけられないかもしれないです。じーっとしてるんですか。じーっとしてます。あれ、これバスかなっていう感じで一回つついたら動き出すぐらいだ。それぐらいのじーっとしてます。で、そんぐらいの距離感であっても入れ方さえ間違えなければ食っちゃう。バスがより先に人間が見つけたら食います。あ、はい。で、だから先にもしこっちが見つけちゃって近いだと思ったら一回離れてからアプローチして、はい、その離れるまで逃げなかったら食います。あ、はい。離れるときにどっか行っちゃうようでは逃げちゃいますね。あ、だからその辺は基本的には変わらないですよ。ハイシーズンと、はい、はい。でね、ありがちなのよね、倒れた杉の木のこの葉っぱがわーってしてるのに、はい、顔突っ込んでるのは僕5、6回見たことありますね。あ、花粉症にならないんだと思って見てましたね。バスはさすがに水の中ですもんね。いや、あの奥のカバーとか浅すぎですか。あ、やりますよ、やりますよ。今バスっぽいのが行ったけど、もう田中さん、はい、今田中さんが喋りかける直前に何か見えたんですけどね。ちょ、俺のせいにしないでくださいよ。何でもない会話でしたよ。もうでもちょっと痛かもしれない、出なかったかもしれないですよ。静かにしてます。もう遅いですもう喋ってください。ギャル、もう今黙られて。いや、小森さん早くそれちゃんと釣ってくださいよ。それあのね、僕に早く釣ってくださいよっていう、いやいや、それを言ってるシーンを使ったら多分いろんな人に怒られると思うんですよ。これはさすがにちょっと失礼じゃないですかってみんなに言われると思うんですよ。失礼なのが売りなんで。さすがに、はい、そのシーンを使ってみても面白いですね。本人の許可は取ってますって後ろにつけて、はい、早く釣れよとか言ってみてほしいです。なかなか普通の YouTube 作品、DVD 作品では見れない状況ですよ、そんなの。普通で、まあ釣りだからね、見ててこう自分の方が上手く釣れるかもと思う時あるかもしれないですけど、それは思ってる。なかなかこう言えないですよね。なかなか言えないネタですよ。僕なんか絶対無理ですよ、編集者とか。昔某出版社に勤めてましたけど、はい、何人か取材提を出して取材しましたけど、はい、もう鬱陶しかったですもんね。あ、なんか釣れよ、めんどくせえことばかり言えないって思ってました。でそれこそバサオールスタークラシックのプラの記事を手伝いに行って、はいはい、あの記事っていうかプラに出てる選手の取材に行ったんですよ、はい、で、まあ、本人がそこしか取材入れれないから、はい、その日って言ってきて、はい、編集部があんまり人いなかったから僕取材手をやったんですよ、はいはいはい、で全然そういう人に興味ない人で、はい、あのこれ使うかもしれないけど名前出さないときますけど、はい、取材して、はい、で、まあ僕のことを見た瞬間、その人が、誰君、プラなんだからさ、はい、誰かと繋がってんじゃないのとかいろいろ聞かれて、はい、うん、あの、繋がってもないし、興味もねえよ、お前なんかって仮に繋がってても、俺のがお前から直接教えるよと思ってちなみにですよ、はい、その時直接教えたい人は優勝しましたからね。あ、はい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 。この鎮線ってずっとありますけど、はい、うちの船ではないですね。あの厚さどれぐらいなんですか。厚さ、これを打つべき厚さっていつも俺スルーしちゃうんですよ。厚さ今11度ぐらいじゃないですか。いやいやいや、強さというかポイントとしての、まあ、鎮線っていうのは裏側が空間があるから、はい、
魚止まりやすいんで、沈潜というものは全部っていいですね。水深は浅い方が釣れます。浅いところにある沈潜なんかは見えてるやつですね。ただ神山に関しては、はい、沈潜よりも物資もいっぱいあるから、はい、まあ、沈潜にこだわらなくてもいいかなと。これかすりガラとかそんな沈潜あればいつ行っても魚釣れると思いますよ。はい、かすりガラと給与者は沈潜があれば必ず釣れましたね昔。へえ、見えなくなってるやつも釣れました、死ぬんで。はい、見えてるやつもほぼ釣れましたね。で、沈潜しか僕見つけてなくて、一回はい給与しで、はい、玉砕したことありますね。はい、前の日みんな叩くだろ、そんなもんって思いましたね。供給される日だったら釣り続くんでしょうけど、はい、供給されない日だとやっぱダメですよね。あ、沈潜に供給されるのは水を引いた時でしたね。引いた時に、はい、上がってくる時はダメでしたね。そういうのを知ってればタイミングをよく回れるわけですよ、はい、だから僕はいつも霞ヶ浦とか利根川とか行った時はもう水位の変動、はい、これに一番重きを置いてずっとグラフで追ってますね。でも当然当日はグラフ見ながら釣りができないから予測になるじゃないですか、はい、まあ予測ですよ。でエリアによってやっぱりタイミングがずれるんで、はい、流入から下流とか水門止めたり下っ側とか上で、はい、そのずれも読まなきゃいけないですもんね。昔はダムがすごい苦手だったんです。だからそこのどこを見るべきかってのは全部小森ノートに記載されてるんですか？どこを見るべきかはもう直感だから書いてないですよ。あ、どういうふうに動いてるかしか書いてないですよ。それをどう読み解くかっていうのがやっぱでも一番重要なとこで小森さんの強さの原動力になってるんです。どう読み解くかはこれ経験が入ってて、はい、科学って言葉にできないものじゃないですかね。ああ、だから例えば同じレシピが出てきても料理作った人によって、じゃあ僕が作った同じレシピの料理と、はい、道場六三郎が作った同じレシピの料理どっち食べたいですか？ルパン道場六三郎でしょ、はい、そういうことだと思うんですよね、はい、やっぱ明らかに。そして道場六三郎の料理も美味しいだろう、はい、そういうことはノートに書いてもわからないんですよね。だから小森ノートを例えば俺が見たからってどうなるもんでもないんだろうなと思って。おいや、でもそこに入れるのも例えばですけど、はい、最後に愛情のスパイスを入れましたって書いてあったりしますよね、はい、これネタかもしれないけど、はい、その愛情のスパイスっていうものがあるんですよやっぱり、はい、それがわかるかどうかは、書いてあることを理解できるかどうかっていうところへ行けるかどうかなんだけど、ただ漢字の勉強するときに自分何回も書いてるじゃないですか、書き順とか覚えるけど、自分の名前の漢字って書き順とか覚えてます？覚えてるけど自然に書くでしょ、いちいちノートに書かないですよね。そういう当たり前のことまでは書かないから、あのノート見たって多分わからないと思うんですよ。ですね、あのポイントがずっと書いてあって、はい、規定が書いてあるだけじゃんって思うかもしれないです。なんでも書いてないとこと書いてあるとこがあるってことに気づいて、書いてないとこなんで書いてないのっていうところがポイントだと思うんですね。そうですね。それもすでに知ってるから書いてないのか、必要ないから書いてないのかっていうのは僕しかわかんないじゃないですか。そのグラフがあったとして、はいはい、それをどう読み解くかっていうのはやっぱ経験。あ、それは簡単。簡単。それはね。超簡単。なぜなら、過去のグラフに釣れたとこ全部書いてますもん。はいはい。釣れた水位。あ、はい。で、それピンと見たら、そうです。どっち傾向の何々。給与紙に関してはもう全部書いてる。あ、水表に釣れた時点と釣れた魚のサイズと状況を全部書き込んでいってる。だから、水表だけでこんぐらいあります。給与紙は。だから給与紙って表彰台外したことほぼないんです。はい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 。最近釣れなくなってからもうちょっと微妙になってきましたけど、はい。一時外したことなかったんです。あの V2 とか作ってた。そうですそうです。あの頃です。あの頃優勝以外全部取りましょう給与紙って。唯一給与紙はこの間の一番最後にやったやつですね、おととし。はい。あの時だけは朝一に入りたい場所にスタートがむちゃくちゃ悪くて入れなくて、はい、そこから上位者が出ちゃいましたね全員。あ、そのタイミングでそこしかないっていうのを示してます。
水の差し戻しで下流から一番近いところの足って、はい、下流って遠い下流と近い下流しかないじゃないですか、はい、でスタート46番でどっちも入れないんですよ、はい、こう最後だから。で初日のぶっちぎりのトップ8が朝一狙った場所から出ちゃったら次の日入れないですよね、さすがに。っていうことは1回だけありましたね。ただそいつが、まあ、藤田ですけど、藤田がそれを分かって入ったかどうかは分かんないですよ。もうなんか言ってたほどは寒くないですね、今のこのタイミングは。僕は寒くないですけど、魚はどうなんでしょうね。ここ数日の20度ぐらいからは急激な変化になっちゃいますかね。あんまり気温は気にしてないんですよ、実は。はいはい。水温が上がったか下がったかはちょっとだけ気にしてるけど、それもちょっとだけなんですよね。はい。絶対気にしてるのがこれですから。天気ですよ、天気。天気はちょっとね。雲が欲しかった。朝はまだお中止があったら雲があったじゃないですか。はい。でも雲あるけど、あれ向こうでしょ、南でしょ。はい。つまり、北の、やっぱり冬型の気圧配置の中にこう組み込まれちゃってるから、はい。こんな日に美濃でバグりましたなんて聞いたことはないですよね。まあ、例外が釣りだからあるから、はい。絶対とは言わないけど、はい。まあこの雲一つない青空の中で薪で釣ってきた記憶は僕はないですね、はい、なのでちょっとやっぱり日が悪かったと思ってカバーとリップをもう一回やるか。しんどいな、はい、ダウンショット作る？いっちゃいます？いやーやんないな。そんなに小森さんの中でストーリーがあっただけで、本当動画的にはプラグではめるぜなんて一言も言ってないんで、何でもプラグではめたいのが苦手。はい、これ僕の中でじゃなくてセオリーとして。まあでもそれでみんな それではまんなかった時のバックアップパターンが一番みんな知りたいんじゃないですかね。秘密フィッシュランド、完璧なバックアップ。秘密フィッシュランド、え、秘密フィッシュランド、釣り堀、釣り堀に行く。まあそうですね、2月はそうですね、管理釣り場というかいありますけど、いやまあディープで釣る、ディープで釣るなら朝からディープをやってなかったんですよ。はい。だから途中で筋を通さなきゃいけなくなっちゃったんです。はい。カラスも鳴いてますよ。分かる。森さん的にそうローラーズのは、はい、あの別にここ動画では使わないですけど、ライブスコープ。おっしゃ。あ、跳ねた。でかかったな今。ちょっと曲がってましたね。外れちゃいました。ああバットから曲がってましたね。まあ、でかかったな。まあ、なんなサイズが深いところにいいんだよ。浅いところで釣れるわけねえよ。でかかったな今。ちょっと油断したな。ローランスの話なんかしてくるからね。もう完全今足引っ張りましたよね。いやー、ただ黙りこくって暗いのもあれかなと思って。僕が黙ってる時は集中してる時だから邪魔しないこと。今もう見てましたよねみんな。僕ちょっと黙って真剣にやってるってことで当たりが来そうだと思ったからね。いやそこで魚探の話を振って振り返った時のバイトだから。いや
なってた。こんだけ当たりない中で妊婦で急に始まると思わないですもん、俺。いやいや、だからもう妊婦しかないなと思って、なら、ミドストでちょっと浮かしてやろうと思って、はい、元も切ってて、ちょっとこの調理シビアだから集中したんですよ。邪魔しやがった。邪魔しやがった。しかも使えない話を、ここは使わないんですけどって言いながら、振ってきて。完全でかかったですよね。完全にバットから入ってました。嘘も多分一期一会だってあんだろ。2月のディープであの曲がりの魚はいい魚だったな。今日も楽しかった。いやー、こう群れてますよあいつきっと。いや、ここで僕ね、ちなみに言っとくと12月の末からよく釣ってて、はい、今年初末釣った場所なんですよ。あ、見ました、あの動画で。はい、で釣り方もほぼ一緒なんですよ。はい、1メーターレンジ上げてやったんですよ今。はい、あ、でもほぼ一緒じゃないですか。はい、まだ冬だよ、つまり。2月は薪ではなかったな。まあ今日はカリンカリンに晴れ上がっちゃったですね。まあ、ちょっとね、その泳がしたかったのもあったんで、ボトム付近だったらシュリンプとかそういったのも使うんだけど、ちょっとまあ浮かしてるから今カットテール、はい、カットテール 3.5 で食ってきました。思った以上にでかかったです。感触的には完全に45ぐらいあったんじゃないかと思うぐらい。最初だから流木かなんか引っかかったかなと思ったぐらいだけど、ぐんぐん行ってましたね。ぐんぐん行ってました。今回魚探の話していいですよ。いいです、いいです。いや、その話が良かったら、バスが聞きに来たかもしれない、最新魚探の。いや、そのライブスコープと、ですよ。ライブスコープと、はい、アクティブターゲットって言うんですかね、はい。初見の印象としては、ついてる人の画像を見せてもらった感じでは、はい、アクティブターゲットの方が画像は綺麗。綺麗、はい。はい、で、人足の北がちょっとある分、はい、視光角が広いんですよね、確かに、はいはいはい。だから、おそらく、周波数は一緒だから、はい、遠くの方は映りにくいんじゃないかなと思うんだけど、はい、画像を見た感じ、綺麗に映ってましたね。へぇー。振動子の幅がでかい分、多分その遠くまで行くのかなっていう、はいはいはい、地光角が広くなっていく分、あ、狭い分、広がれば広がると分かりづらくなるじゃないですか、はい、だけど振動子がでかいから、はい、出発地点が広いから、はい、多分鮮明に出るのかもしれないですね。あ、まあ後発なんでね、先発より悪かったら話にならないと思うんですけど、はい、ないかな。ないな。ないな。ないな。まあね、一匹は致命傷ですね。致命傷出ましたね。致命傷です、はい。まあこの一匹に出会うために来てるのに、フックアウトしてるようでは致命傷ですね。はい。範囲は何ですか。範囲は完全に後ろ振り向いて合わせたからね。俺が話しかけたから。ショック。ショックだなぁ。かといって、ただ無言でここで佇んでんのもなんだしな。いやいや、遊んでるわけじゃないですよ。全く。僕が諦めたときは手を止めるときだから。はい。いやぁ、そんな悪気があってじゃないですけどね。悪意に満ちた。悪意なんか俺だって釣ってほしいと思う。今日釣れねえだろうぐらいだ。いや、俺だって釣ってほしいと思ってますよ。そんな悪意なんかあるわけないのにな。アクティブターゲットのが、はい、ワンセットで買った時にたまにはこのエリート F 使えば、まあでも今現行で日本国内で手に入るものに関してはこっちが安いかもしれないですよね。トータルの、はい、そのユニットを組んだ時の。そうですね、振動子の価格が一緒ぐらいでしょ。はい、で本体がこのエリート FS が安いんで、はい、40万ぐらいで組めちゃうんですよね。はい、40万にもうちょっとするかな。でそう考えたら今現行で出てるガミンだと8シリーズとかになっちゃうのかな。なると多分ちょっと高いですよね。7、80万見とくんでしたっけですかね。あ、
もう分かんないですけどね、ちょっと前1022とか出てた頃はもっと安かったけど、はい、それでも本体が15万で振動子が20万だとして35万ですからね、うん、画面は同じ10と9と比べた場合はローラスの方がちょっとちっちゃくなるかな。うん、まあでも拡張性っていう意味ではね、ローラスの拡張性すごく高いんで、はい、そのこの LED は別もこのインサーネットっていうかその黄色い線いろいろくっつけて、そうですよ、魚探としてもすごいいろんなとこつなげられるし、はい、まあそういったことができるっていうのは大きいですよね、はい、あれがくっつくんですよ、あの僕の魚探ゴースト、あーゴーストと連携できるんで、はい、まあ、ガミンもガミンと連携できるのかもしれないし、ハミンはミンコタとできますからリンク使えば、それガーミンのエレキと、はい、魚探ガーミンに繋げられないか、ゴーストと連動、はい、エレキと魚探を連動させたら何ができるんですか。一回使った鉱石で船を流したりとか、ああそっかそっかそっか、ドラマは一回切りでしたね、一回コッキーのドラマのために人は一日夢中になるんだ。大丈夫です、まだまだ時間いっぱいあります。まったく繁殖期のホタルのようだぜ。指摘ですね。淡い光を保ったまま、儚なく消えていきましたよ。2月って、まあ2月っすもんね、いくら暖かいっつっても。そうなんですよ、それ豊さんにも言ったけど、はい、2月ですから。2月なんですね。はい、これでもうちょっとでかいのかと思って言った時にもうカメラマンに言われましたもん、はい、もうさ2月ですから、うん、ほとんどの人がゼロの中で2本釣ってたからもういいでしょって、ありますよって言われましたからね。いやー上がってこなかったな、ショックで顔だなこれ、うん、リグを変えてみる。ダウンショットにしよう。ダウンショットにしよう。まあ単純に腹筋がうまくいってなかったら臭いですよね、さっきのね。まあ泳いでるもの食ってきてるからちゃんとフックがまっすぐ口に刺さらなかったんでしょうね。ジグヘッド、あでもほぼほぼほぼ外向きになったからダウンショットしてみようかな、濁ってるし、はい、よいしょ、あよっしゃ、よっしゃ、いやー、はい、2月、2月の亀山はまだ冬でした。すごい、さっきのもっとでかかったよ、でも、はい、全然息が違ったもん。いやー残念、でも晴れ上がった後の、はい、まあまあ切り替えてよかったですね、バックアップパターン、はい、イエイ、この短時間で2匹目ですもんね、反応したのですね、まあまあ冬の場所をやりやすれるってことです、はい、いい、まあ痩せてますね、冬の魚だねこれね、ありがとう。いやー巻いて釣りたかったないやーでもお見事。いやいや、あのね、冬の魚を釣れっていうのはそんなに僕は難しくないですよ、はい、冬も見せたじゃないですか、はい、だけど2月はもうあの時も宣言した通り、あの春一番が終わったらもう春なんですよ、水の中は。だから浅いところに徐々に上がってくる早い魚を釣りたかったんだけど、その気持ちで来て今日三冠潮の三冠に入ったところで、これも全然悪くないんです、潮の真ん中よりははるかに三冠の方がいいです。なんだけど上がね、空が突き抜けるような青空だったっていうのが、まあもう巻きはダメかなと思ってディープやろうと、でもう
やり通してゼロも考えたんだけど、何を言ってるんですかっていう、この釣り子さんの一匹ぐらい釣ってみろよっていうので、ちょっとカチンときまして、ディープに手を出して、まあ良かったなと。でディープに切り替えてから、はい、一瞬でしたね。ディープもね、一応目星がついてたんです。はい、一つは水が汚いとか食わない、魚動いちゃいますからね。で水が良くて粘れる場所を探してたんですけど、はい、松下ボートの前の月沢近辺が一番そのストラクチャーに飛んでて、シャローからディープ魚動きやすいんで、はい、取りやすいんだけど、あそこ水が悪かったんですよ。はい、まあ、本湖沿いはでもちょっと北風が今日抜けちゃってて、やっぱりディープやるんだったら北風はやめた方がいいですってなると、もうあんまりないですよね、場所が。なので人がいなかったら、そうだな、ホテル下バンデルのカバー見てからもうここやるかっていう流れで来たらすぐいいのが来たんで、まあ粘ってみたらもう一匹釣れたっていう。まあちょっと最初の一匹目は上げてないんでね、これ偉そうなこと言えないんで、まあ釣れてとりあえずよかったかな。いやでも大会だとしたらもうこれで押し通すぐらい有力な、やっぱプラクティスをちゃんとやっていれば、はい、まあこれが大会だったらですよ、はい、シャローをやると見せかけてディープで釣ってきたら上位に行けるでしょうね、はい、でも花からディープやるって見せてたらみんなもディープに来てしまうから、まあ一匹バラした時点でも負けでしょうね。でも大会中だったら集中マックスだから、まあ俺が、まあ、後ろからいきなり話しかけたりされないですもんね。だからしっかり取りにかかってるんじゃないかな。今ダウンヒットに変えようかなと思って、はい、でもジグヘッドにしかできないことは先試しとこうと思ってて、はい、ボトムにつけたんですよ、はい、その瞬間食いましたね。コールさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや2月編もこれは涙あり笑いあり喧嘩あり、まあ、今日天気はね良くて、寒くなるって言われたほど寒くならなかったんですけど、まあ、僕はね釣りが好きなので一日やるのは何でもいいんですけど、まあ、できればこう早く結果を出して余裕を持った状態で片付けをしたいんだけど、今日もラストまでやっちゃいましたね。そうですね、はい、ありがとうございました。まあ、今日の流れを簡単にザクッと言いますと、僕はやっぱ春一番が過ぎた亀山ナンバー、春を意識していきたいなと思っていて、春を狙っていきました。で中でも水温10度未満の時はやっぱり巻物、カバーまで到達してないんで、この時期は巻物をやっていったけど釣れなくて、で、まあ、釣れない理由は単純に今日の冷え込みや昨日までのポカポカじゃなしに、もう天気、亀山のバスは天気選びます。これはもう春から分かってたことですから、ピーカンだったら厳しい、ちょっとやっぱローライトの時間とか、怪しい天気が欲しかったんですけど、全くなく、まあ、空っ風がちょっと吹いて、晴れ上がっちゃいましたね。ですね、あの空っ風も明らかに北風で、まあ、ダメだなっていう感じが漂ってきたんだけど、まあ、2時過ぎまで、シャローをやり通し、カバーも様子見、ただやっぱね、カバーとミノ、どっちつかずも良くないっていうのを、ちょっと途中で葛藤もあったんですけど、まあ、どっちもやりながら、はい、シャローはないなって、まあ、思えるところまでやったかなと。で、まあ、それからディープをやりました。本当は逆なんだけどね。本当は水温が上がる時間からミノをやりたいから、逆なんだけど、やっぱり、そうなるとディープだけで終わっちゃうと前回と一緒になっちゃうじゃないですか。そうですね。1月編で結構もう徹底的に、はい、ディープ攻略は教えていただいたんで、本当、横の釣りをどう入れるかっていうのは、気になってたんで。そうなんですよ。だからまあ結果からいくとそうなっちゃったけど、はい、まあそのできるだけシャローに時間を割きたかった、はい、これもよくガイド中にも言うんですけど、はい、1月はシャローをやっても10分の1ぐらい時間割で言うと、はい、2月は7-3から6-4ぐらいでシャローをやるんですけど、これは春一番過ぎてれば逆転しますよね。7-3でシャローで3でディープで、3月はもう8-2でシャローなんです。でも2ぐらいはディープも残ってる。それは3月でもディープはあるっていうことを言いたいだけであって、実際取材を受けたりとかガイドをするときに、いやディープやるんですか、それもう来年の冬また来てくださいっていうぐらいスルーします、はい、シャロー1本で行きたいです、はい、なぜなら春の魚の方がやっぱりこれでこれじゃないですか、はい、それは釣りたいから、やっぱりシャローからチェックしていった方がアングラーとしては旨味が大きい、はい、
なので8になっちゃう。でも3月末には10ゼロです、はい、もう絶対シャローです、はい、そこでディープに魚が残っててシャローが厳しくても狙ってたんだって言って狙い切ってください。こう言い切ります。今日はちょっとウエイトを間違えたとは言わないですけど、自分の中で設定したウエイトが最初から10ゼロでシャローだったんですよ。だけど状況を見て8人まで持ってきて最後2の部分で魚が触れた。で最後それを終わった後に一瞬雲が出て、まあ、ミノータイムになったんだけど、ちょっと時間が短すぎましたね。30分あるなしでした、ね、なしで、しかも全員本校に帰ってきちゃった時間で、ポイントも1箇所しか触れなかったね、ちゃんと。まあ、その辺は、まあ、しょうがないかなと。でも、じゃあ、ちょっとまあ、ディープ様子見るかからの、はい、連発はちょっともうびっくりしちゃって、はい。あれが、うん、なんか自分なんかはもう、あそこで今度ディープを魚探そうってなったら、はい、そっからまた半日ぐらいかかるんで、あれがもうまあこんな感じだよねースパーンってかけて、はい、スパーンって釣り上げて、はい、じゃあ田中さんもちょっと投げてみてくださいなんて言って、はい、俺もおお釣れたみたいになって、あれね、よく言われるのが魚探で見つけたんですかって聞かれるんですよ。僕魚探で見つけてません、今日魚は一切。あれは、はい、どういうことなんですか。ね、はい、シャローをやりながら、やっぱディープに斬新してるんで、はい、ディープも観察してるんですよ。でもディープの観察っても目で見えないから、はい、何を見たかって水質、はい、やっぱり濁りが伴ってる、濁ってるところはディープ釣りづらいんで、濁るところは1段上がると思ってるんです魚が。だから、まあ、ディープで釣りたいんだったら上がってない魚を狙わなきゃいけないから、上がってる魚動いてるってことだから釣りづらいんで、まあ残ってるところがあるとすれば水が一番クリアアップしてる、まあ上流が綺麗か下が綺麗か上が綺麗かちょっと見てきた結果、本郷が一番水綺麗だったんで、本郷周りのディープならあるかもな。その中で北風の影響を受けてないところってなると、やっぱ水産の対岸っていうところが強かったんで、自分の印象としては、はい、松下前であるとか、はい、野村方面であるとか、はい、いくつか見て回って小森さんがところどころで水の色を、はい、コメントしてたのがすごい気になってて、ここ水悪いなって言った、はい、その水悪いっていうのも自分なんか全然気づけないんですよ、はい、で最終的に一番いい水のところで、ここだったらディープ触るかってあそこに入ったじゃないですか、はい、もうあの水の見方からなんかもう想像絶する世界で、まああのね、これはねやっぱ経験なのかもしれないですけど、偏光グラス越しに水中が見えるじゃないですか、はい、その見える水深というよりも見えてる感じ、見えてるとこがくっきり見えるか、見えてるとこが濁ってるかっていうところをちょっと見てます。あとは風が吹いてもちゃんと見えてるか、風が吹いたら見えなくなっちゃってるかっていうのはちょっと大事にしてて、その2つの条件で見えてるっていうのがクリアっていう判断をしていってますね。これが全クリアだったらまたちょっと考えちゃうところあるんだけど、全クリアだったら正直言います、シャローは見て終わりです。見ていないなと思ったらもう深いところやります。今日のこの水色で、はい、先日のちょっとあったかい雨が降って、はい、一回軽い爆発があったかなかったかぐらいで、はい、そんで晴れ上がった今日で、はい、要素としては水の色を、ま、見て回って、あとシャローは実際ルアーを投げてみて、はい、反応あるなし確認して、はい、で構築してポンポンポンだと。そうですね、まあやばい展開でしたよ。僕もだって前回の撮影以来の、はい、約1ヶ月ちょっと空いた亀山ダムで、はい、なおかつ季節がこの時変わっちゃってて、なおかつ自分はシャローをやるって決めてきてるから、これもやばい展開だったんですよ正直。でもやっぱりシャローをやるけどシャローだけじゃダメかもしれないっていう気持ちを残したまんま、でもシャローをやってる時にディープに一回も浮気せずにでした、ね、はい、やり通したからシャローじゃねえなっていうのが分かったっていう。これがディープに斬新しててもディープ手出しながらシャローやってるともうすっちゃかめっちゃかになっちゃうじゃないですか。そこはもう結構プランがあって、はい、それをもう一個一個追考されてるんだなってのが、まあさらに勉強になったっていうか、ですだからパンパンパンで判断していってるんだなって、はい、エリアも本当は笹川方面見たけど見なかったりとか、はい、向こうも椿本まで行ってやめたじゃないですか。ズバッズバッって切ってるなって、はい、切らないと時間が足りなくなっちゃいます、はい、シャローで一周して終わっちゃったら、はい、シャロー釣れなかったりで終わっちゃうじゃないですか、はい、でもどっかで釣れるかもしれないと思って次々次々突っ込んじゃうと、いやそうやっちゃいます、はい、状態効果の時間がなくなっていっちゃう、はい、その時間を残しとかなきゃいけない、費用を残しとかなきゃいけないから、効果を得るためにその少ない費用でどんだけ効率よくできるか、はい、だからラスト1時間半ぐらいやっぱりディープかなって思ってる面があったんですよね、はい、そこはずっと時間配分で計算してたから、
その死に場所を決めるというか、はい、最後のもう一番こういうプランで行くっていうのを構築するために朝からお昼過ぎまで全部使って、そうですね、でダメガラッと展開変えてあったんで、ダメと思ってるシャローももうワンチャンあるかどうかっていうのはずっと最後の最後まで考えてたし、はい、はい、ゲームとしては完璧ですよ、はい、ダメなのはやっぱり、まあ、一番いい魚をミスってるっていうのと、はい、まあ自分が最初からシャローって決めてきちゃってたから、はい、先にディープをちょっと触っておいた方が安心できたかもしれないなと、まあ、ちょっと2月の展開とは違うのかもしれないんですけど、はい、朝から決め打ちであそこでやってたらかなり数重ねちゃいそうでした。そうですね、数は多分ディープって決めとけば、もうここにも何か所かあったんで、釣れそうなところが、はい、まあ、離れてたからもう行かなかったですけど、はい、もうちょっと釣れたと思ってます。5、6本は言わないけど3、4本は釣れた自信はあります。いや、持ってたんじゃないかなっていうもうそこの判断がもうさすがプロの見切りと場所移動と、まあでもそれはもう通って通って経験値をやっぱり積めないけど、やっぱりそうですね、まあ判断つかないなっていう。ただぼーっと釣りしてて経験値積んでいっても意味ないんで、はい、何かテーマを持って釣りすることによってその答えが否かってことが分かってくる。だ今日例えば提灯で虫をやってみたって人がいて、はい、僕はその人だけだと思うんですよ、はい、冬は出ないって言えるのは、はい、僕は憶測でしかないです、はい、今そんな釣りやっても出ませんよっていうのは、はい、まあ、やりたことあるから言いますけどね、はい、だけどやった人しか言えないじゃないですか、はい、それが経験値だと僕は思うんですよ。だからどんな釣りされてもいいと思うんです。ただやってみたいことを並べてとっちらかっちゃったり、やってみたくないことまで全部やりだしちゃってなんとか釣ろうとしちゃったりするときっと見失ってしまうから、まあ、春の魚の追いかけ方としてはシャローから行くかディープから行くかだけの問題なんですけど、それを上とどんどんやっていくか、で時間はどこで切り替えるか、で最後どういうふうに結末つけるか、それを考えながら湖に行くっていうことが大事じゃないかなっていうことを思い知った2月編でした。勉強になりました。本当にありがとうございます、はい、じゃあ2月編は成立ということで、はい、はいはい、まあ、残念なお知らせなんですが、はい、3月がちょっとね日程的に僕は恩賀川に行ってしまうんで、はい、まあきついかもしれないです。まあ来れたら前半にちょっと来たいんですけど、はい、まあ、とんで次は4月になるかもしれないですけど、はい。3月はこの延長線上でシャローに魚上がってきますんで、はい、今言った通り、もう 10-0 で、はい、8-2 から 10-0 ぐらいでシャローに走ってください。はい、で今日やったミノの釣りとか、はい、あとはそのボトムを取ったスプリットショットとか、はい、そういった釣りがあるんですけど、まあ、はい、そんな釣りで攻めてみてもらえたらなと思います。来れたら3月もやりましょう。はい。はい、じゃあ、1日、本日もありがとうございました。こちらこそありがとうございました。また、よろしくお願いします。